それでは予定の時間になりましたので、黒川委員長、よろしくお願いいたします。それでは、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会、通称国会事故増ですが、第18回委員会を開会いたします。本日は、まず最初に参考人に対する質疑を開始するわけでありますが、本日は前東京電力株式会社取締役社長である清水正隆さんに来ていただきました。清水さんは2008年6月から2011年6月まで東京電力の社長を務められ、皆様ご承知の通り、福島第一原発の事故当時、東京電力の取締役社長として、事故対応に当たっておられました。本日は事故当時のことを中心に質疑をさせていただきます。そこでまずはじめに、もし清水社長の方から何かご挨拶なり一言ありましたら、どうぞお願いいたします。清水でございます。どうぞよろしくお願いいたします。冒頭にあたりまして、私から、まず心からお詫びを申し上げたいと存じます。昨年3月、福島原子力におきまして、放射性物質を放出すると大変、重大な事故を起こしました。福島県民の皆様はもちろんですが、社会の皆様の多くの方々に、ご迷惑、ご苦労、またご心配もいただきました。しかも大変長期間にわたっているということでございます。私からこの場をお借りしまして、改めてお詫びを申し上げたいと存じます。申し訳ございません。本日は、このような場をいただきまして、これまでの事故前後の状況につきまして、今を振り返りまして、この委員会の、真相解明、事実確認といいますか、これに、誠心誠意お答え申し上げたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。ありがとうございました。ではそれでは今日は、主にということですが、野村委員の方からまず質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。委員の野村でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。まず一番最初に、東京電力には社長のほかに会長がおられますが、社長と会長のご関係というのは、どのような権限の分担になっておられたのかを教えていただければと思います。はい、会長、社長の分担という話でございます。当然同じ取締役ということでございますから、経営上の立ち位置はもちろん責任があるわけですが、役割分担といたしましては、会長はどちらかといいますと、対外関係を中心に、役割を担っていただくと。それから、社長は、当然でございますが、執行の、最高の責任を持つと。こういう役割分担を持っている。今回の事故が起こりました後、これは通常の業務執行とは違う状況に置かれたと思うんですが、そのような状況の中で会長と社長の、この事故に対する、対応における権限ないしは責任というのはどのように整理されておられるんでしょうか。事故、非常事態の時には、原子力、今回原子力ということですが、原子力緊急対策本部というのが設置されます。それから、原子力だけに限らない、いわゆる災害関係等々におきましては、災害対策本部というのを設置いたします。でいずれもその本部長は社長でございます。したがって、まさに緊急時の対応の責任者、社長という役割というふうにご理解いただければと思います。ということは、今回の、事故対応につきましては、社長が
最終的な責任をお持ちになっておられたという、まあ、今のご発言ということでよろしいかと思うんですけども、まあ、これはもう交換、皆さんご承知の通りではありますけども、残念ながらこの発災当日は、その会長も社長もともに東電本店にはご不在であったというふうに理解しておりますが、その事実は間違いございませんでしょうか。その通りでございます。社長はどのようなご事情で不在にされておられたんでしょうか。その経過を若干申し上げたいと思います。3月11日の以前でございます、9日だと思いますが、9日10日にかけまして、まあ、私が属しております経済団体連合会の四国の地方懇談会というのがございまして、そちらに参加いたしておりました。それで、11日は、実は奈良県の平城京遷都1300年記念事業というのがございます。これに、まあ、電気事業連合会として、まあ、ご支援申し上げているということもございまして、その中で、平城京復元事業というのもございました。それで、まあ、11日の日に、まあ、たまたま私が四国から東京に戻るということもございましたので、まあ、途中そこに立ち寄らせていただきまして、平城京復元事業に関わる奈良県の担当の理事さん、それから奈良県の申し訳ございません、ちょっと正確な名前はあれですが、まあ、研究所というのがあるわけですが、そちらの方とお会いしていろいろお話を伺い、その平城京の復元事業の現場を見させていただ視察させていただくと、まあ、こういうスケジュールでございました。はい、その時は会長は中国におられたわけでありますけれども、このような原子力発電所という極めて重要な施設を運営される会社の経営のトップお二方が同時期に会社を離れられるというのは、一般的私ども一般国民から見ますと、これはよほどの事情がなければそういうことは起こらないのではないかというふうにも感じられるわけでございますが、社長は今回その経団連のお仕事と奈良の遷都の記念事業に関する視察というのを行われる前に、会長が長期間中国に出張されるということはご存知だったんでしょうか。事前におきまして、私自身は会長の海外出張というのは、予定として存じ上げておりました。ただ先生おっしゃるように、まあ、会長社長が同時に、まあ、会社を開けるということは、まあ、当然好ましい姿ではない、まあ、これは私ども、まあ、今回帰りまして、まあ、大変大きな反省ということで、申し上げたいと思いますが、まあ、そのスケジュール関係につきましては、その両方は開けないということについては、まあ、いわば不分立といいましょうか、まあ、そういうことで今まで運用しておったと、まあ、こんなことでございます。今回のこの社長の、ご予定というのは、どうしてもお二方が会社を離れなければいけないほど重要なご用事だったんでしょうか。やはり事前にいろいろスケジュール調整等もございまして、やはり先方様のご都合ご予定というのはどうしてもそこに重なったということだろうと思っております。で、今電事連の会長としてのお仕事というふうにおっしゃられましたが、これは会社のお仕事とは別という理解でよろしいんでしょうか。はい、まあ、別と言いますか、まあ、電事連は、まあ、もちろん私どもの会社メンバーとしてあれですから、ただ申し上げました通り、支援そのものは、まあ、電気事業連合会というところでやっておりますので、そういう意味の立場は電気事業連合会と申し上げてよろしいかと思います。で、当時社長はこの電事連の、まあ、会長を、まあ、兼ねておられたということだと思うんですけども、少しお伺いしたいのですが、東京電力といったような電力事業者と、
この電事連というところの関係というのはどのようになっているんでしょうか。ご案内のとおり、電気事業連合会は旧電力、沖縄を含めてもちろん自由電力となりますが、そこの、業界団体ということでございます。そこでは、電力に関わる、共通的な課題等々を議論し、それを政策展開につなげていくと、こういった議論をする団体でございます。例えば会長が電事連会長をご就任中に、これは私どもの調査の中では明らかになっていることですけれども、いわゆるシビアアクシデントに対する対策の法制化ということが問題になっていたように思いますけれども、そのようなご記憶はございますでしょうか。はい、シビアアクシデントの法制化というのは、詳細はちょっとまだ十分理解しているとはちょっと自信ございませんが、これから規制という面で、動きがあるということは、認識しております。それは平成22年ですから、この、事故が起こる前の年あたりに、強く電力事業者の団体、すなわち電事連がこの規制に反対する動きをしていたということが、分かっているわけですけれども、なぜこの電事連という組織はこのような規制当局の方針に対して強い抵抗をされるんでしょうか。はい、電事連は今お話ありましたシビアアクシデント等に限らないと思いますが、さまざまなその規制という面では事業者として、現状あるいは事業者として抱えている課題というのがございます。そういう意味でご意見を申し上げる、あるいは規制当局とそういう意味の意見交換をするということはあると思います。ただ先生ご指摘のように、それを規制に対して圧力といいましょうか、あるいは骨抜きといいましょうか、そういうその意味での働きかけ、これはないと私は認識いたしております。今例えばこのシビアアクシデントの法制化というのは法律に書きますと、当然それについては一定の時期までに満たさなければいけなくなると、いわゆる業者の任意の対策ではないということになるわけで、発災前にもある一定程度のシビアアクシデントが講じられた、対策が講じられたということになったはずなのですけども、私どもが承知しているところでは、具体的な形で、例えば、保安院の方から提示された案に対して問題点を述べるというよりも、自分たちの方でいくつかの案を示してこの案が望ましいということで、折衝されている形跡があるわけですが、それは今社長がおっしゃられたような意味での意見に対する、ヒアリングに対する回答というレベルのものにとどまっているというご理解なんでしょうか。そのように理解していたしております。では事故についてちょっとお尋ねをしたいと思いますけれども、私どもはこういったような事前の対策がもう少し講じられていれば、今回の事故を防げる可能性があったのではないかといういくつかのチャンスを見出しているわけでございますけれども、例えばその津波対策について社内において社長のところにさまざまな意見があるということが届けられたことというのは過去ございますでしょうか。いわゆる耐震レベルといいましょうか、これが改定になりました、平成18年でしょうか、それはまさにそういう耐震指針が改定、それに対してどうこう対応していくかという、これはもうまさに経営としていろいろ議論が上がってまいりました。他にはですね、基本的にそういうその耐震関係に関わる、ある意味では専門技術的な検討というのは、原子力本部といいますか、それぞれの所管部署で、検討し議論をするという、そういう形を取っております。その中でまさに、経営代での、重要課題ということになりますれば、当然経営会議にかけてくると、こういう形になると思います。
今お話がありました耐震、まあ、対策、まあ、そのごめんなさい、地震対策あるいは津波対策ということが具体的に経営の問題として議論されたことはご記憶がございますでしょうか。今申し上げました耐震指針が改定する以外という意味だと今の時でも結構でございますが、具体的に社長はその時どのような経営方針をお示しになられたんでしょうか。今申し上げました耐震指針の改定につきましてはこれはきちんと各設備をそれに評価の上対応すると、これは当然でございますが、それ以外の今回の耐震あるいは津波と申し上げてもよろしいんでしょうか。その辺に関わる議論検討経過というのはまだ私のところには上がってきてなかったということでございます。ではその耐震に関しては、耐震バックチェックというのはございますけれども、こちらの方が相当程度遅延をしていたという認識はございましたでしょうか。はい、遅延といいますか、プラントの数はもちろん多ございますが、それを、一つ一つ、解析評価の上、耐震補強をするとこういうステップになろうかと思いますが、それにはやはり、その解析の、プロセス時間に関わりまして、これ全国の原子力発電所が、そういう取り組みになるということ等もございますし、それからその物量が、プラントによってもちろん違いますが、だいぶ膨大なものになるだろうというようなことがありまして、一つ一つのプラントにつきまして、その耐震補強工事のスケジュールを立てました。したがってプラントによってもちろん達成目標時期というのはもちろん違うわけですが、したがってその今先生ご指摘の遅れたといいますか、やはりどうしてもその時間が必要と、こんな認識でおりました。ほとんど福島原発におきましては耐震バックチェックが進んでいなかったように思うんですが、遅れるというよりは着手すら行われてないようにも見えるんですけども、このような事態に陥った理由というのはどこにあるんでしょうか。まず耐震補強工事そのものはですね、プラントによってすでに着手しておるところも当然ございました。例えば言いますと、福島でございますが、福島第二の4号機がございますが、これは着手してきておりまして、予定通りいけば平成23年くらいには、終わる、完了すると、そんなスケジュールもございます。となりますと、耐震補強工事についてのですね、予算というのはとりあえず把握をされておられたのではないでしょうか。当然耐震補強工事というのはかなりお金が高くなるということがございます。したがって、スケジュールという問題もありますが、それにかかる、コストという意味での、あるいは当然境内でも上がってまいります。それを確認するということは当然ございます。予算はもちろん確認はされるんですけど、予算を執行するかどうかは経営の判断だと思うんですが、この予算について、その東京電力内部では会長社長を含めてどのような経営判断をされていたんでしょうか。執行についてというご趣旨でございましょうか。これはスケジュールに沿って、スケジュール工程に沿って工事を進めてまいりますので、基本的には予算に対するその執行状況、これはその工事を担う、発電所が中心になろうかと思います。ただし、プラント発電所の数が多くございますので、その全体の、予算の進捗状況等々は当然本店の原子力の方で把握しフォローしていくと、こんな形になるのかと思います。社長自身は耐震バックチェックが遅れているという認識はお持ちだったんでしょうか。それは現場サイドでもう少し早くやるべきだというふうに指示をされていたという事実はあるんでしょうか。工程については
私自身も交えまして、だいぶ議論はしてきております。で、今申し上げましたように、大変工事物量の問題、解析等の問題もございまして、それなりに時間がかかってしまうということはありましたが、できるだけ早くできないものかという、そういう認識のもとでいろいろ議論をしてまいりました。具体的にどのような指示をなされましたか。急ぐために経営の方としてどのような形の指示を出されていたんでしょうか。やはり今申し上げた例えば解析等々は、なるべくその効率的になんか手配できないかというようなことを お願いするとかですね、そのできるだけスピードを上げられるようなことは、その議論の中で随分やった記憶がございます。今現時点において振り返ってみていただければと思うんですけども、この耐震バックチェックというのは必ずしも、その地震対策のみならず、自然災害ということで最終チェックまで至れば当然津波対策というものも含まれていますし、それに対する対応ということが計画立てられますと、津波に対する対応策もきちっと講じていくということになっていくはずなんですが、今振り返ってみまして、この耐震バックチェックというのが命じられてから相当の時間、未着手になってしまったことが、今回の事故の一つの原因であるというふうにはお考えになりますでしょうか。そこは評価はちょっと私は難しいなと思いますが、おっしゃりましたように、いわゆる地震随伴事象というんでしょうか、まず耐震性を向上をした上で、さらなるその必要な対策を、津波に関わる対策を打つ、こういう、手順だったろうかと思います。その手順自体に誤りがあるというお考えはないでしょうか。いや、当時のそのいわゆる耐震あるいは津波対策に関わるそういった対策の考え方、工程としても、それは私自身その大きな疑念といいましょうか、それはあまり認識しておりませんでした。いつでもそうなんですけれども、事故が起こりますと起こった事故に対する対策というのを考えるという、こういう思考パターンに常になっているわけですが、今回は津波ですから津波対策をやればいいということで、いつの間にか地震対策の方が後手に回るというような形になるんですけど、これは何か考え方としておかしいというふうにはお考えになりませんか。今申し上げました通り、当時の私どもの認識として、もちろん地震対策、津波対策というのはもちろん同じ重要性というのは変わるものではないと思いますが、ただその、手順といいましょうか、順番としてそう大きな疑念というのは認識しておりませんでしたということでございます。わかりました。では今度発災後について少しお話を伺いたいというふうに思いますけれども、会長も社長も不在であったというふうに先ほど確認させていただいたんですが、この時点においてはどなたが最終的な責任を負っておられたんでしょうか。先ほど申し上げました原子力緊急対策本部、それから非常災害対策本部、これはいずれも本部長の代行というのがあらかじめ決められております。原子力緊急対策本部につきましては、原子力本部長、これは武藤といいますが、これがいわゆる代行になります。それから非常災害対策本部は、これは流通本部長、私どもの流通設備本部長でございますが、これは藤本という、これ副社長でございます。これが代行者になります。で、武藤さんはオフサイトセンターに行かれてましたのに、さらにその代行ということで小森さんが実際やっておられたということでよろしいですか。はい、その通りです。で、その小森さんがまさに原子炉に関する、その原子力の緊急対策ということで、まさに最初には電源の確保、さらには弁当といったようなことに不審されておられたと思うんですが、社長がご不在でありましたけれども、小森さんの方から社長へは随時連絡が入っていたということでよろしいでしょうか。はい、私との連絡という面で申し上げますと、11日の確か、地震発生後15時くらいだと思います。ちょっと細かいあれはご容赦いただきますが、まず今申し上げました非常災害対策本部の代行をしております藤本副社長というの一報が入りました。緊急非常災害対策本部を立ち上げたと
というのが第一報でございました。でその後ちょっとこれ正確な時間ちょっとあれですが、小森からもですね、その原子力災害対策本部、緊急対策本部というのができたという一報が私に参りました。その後例えば弁当などについては移動中の社長のところに連絡などはなかったんでしょうか。はい、原子力福島の、今の状況という意味からしますと小森、を中心に、私のところに連絡が入ってまいりました。それで今のご指摘の弁当でございますが、まず明けて、午前1時過ぎだったと思いますが、やはりその非常に弁当に実施について、実際に行動を起こすといいますか、そういうことが参りまして、でこれは弁当でございますから、大変放射性物質ということもございますので、保安院の方に、まずお話し行くということを私の方に、伝達がございました。小森から伝達がございました。今まさにお話がありましたように、弁当の場合には、ドライであるかウェットであるかによって影響の度合いは違うにしろですね、やはり放射性物質が放出されるということですので、国民の健康に影響を及ぼす事象だと思います。でこのような事象について仮に誤った判断が行われてしまった場合には、この時は責任を取るのは社長なんでしょうか、それとも小森さんなんでしょうか。弁当というのは実際にやるかどうかという判断は、基本的には発電所長の判断がまずあると思います。これは現場を一番よく知っているということからもですね、発電所長がやります。ただおっしゃいました通り、放射性物質ということでございますので、それについては、仮に何か問題があるというようなことは、これは経営の問題として当然私が責任を負うべきだろうと、こんな認識でございます。もちろんそういう意味で小森さんは弁当については、社長にお尋ねになっておられたと。社長はお戻りになったのは、翌日の9時ないしは10時ぐらいということでよろしかったでしょうか。はい、そうですね、9時から9時半頃じゃなかったかと思いますが、はい、はい、となりますと、まさに今はまだその弁当について審議、東電内部で問題をいろいろと検討しているときにはご不在だったということだと思うんですけども、このときに連絡がやはり経営サイドの方に取れなければ弁当は実施は不可能だというふうになるんでしょうか。それはですね、今は申し上げましたのは私社長として判断するということですが、基本的にその判断、是非の判断は申し上げました代行の原子力本部長、ここがやっぱり判断をするということになると思います。ただ技術的にその現場の方が判断するのは分かりますけれども、最終的にそれにゴーサインを経営として責任を負って出すのは社長ではないのですか。私が不在で、仮に連絡が取れないというのは、仮にそういう連絡が状況になれますれば、それまさに代行という意味からしますと、やはり取締役副社長として経営の立場でございますので、そこが責任を持つと、今回の場合はそういうことで私連絡取れましたので、私ということになろうかと思います。ということはあれでしょうか、社長が連絡が取れましたので社長に電話をされていたという事情があったということですけれども、もし連絡が取れない場合には武藤さんが本来は代行で、武藤さんはオフサイトセンターにおられましたので、小森さんが最終経営責任を持って判断をするという、そういう立て付けになっていた。そういうことになると思います。私ども小森さんにお話を伺ったときには、小森さんは弁当はやはり経営にとって重要な出来事なので社長の決裁が必要だと理解していたというご判断だと聞いておりますが、そこは意見が違うということなんでしょうか。本当に連絡が取れない、やむを得ない状態に立ち入ればですね、それは今申し上げました通り、
いわゆる経営判断の、順位といいましょうか、それとしても常務取締りでございますが、が判断をするという立て付けだと思います。では実際に今回の弁当におきまして連絡は取れておられたわけですが、社長はいつの時点で弁当についての経営上のゴーサインを出されたんでしょうか。今申し上げました通り、12日の、1時過ぎになります。小森から連絡がありまして、それで、弁当実施についての、保安員に、お話を申し上げ、その時点で弁当実施については、私が、承認確認をしていると、承認しているとこういうことでございます。ということは今回の弁当にもし万が一何らかの問題点があったということになれば、その社長ご自身の、責任であるという理解でよろしいですか。ということになると思います。では海水注入はどのように整理されればよろしいんでしょうか。海水注入はやはり淡水と違いまして、非常にその海水を注入することについては設備に今そのような大きな影響があるわけでございます。しかしながら、今回のこの事象にあたって、まさに炉を冷やすことがもう最優先という状況でございまして、そういう認識を持っておりました。従いまして仮に海水注入をためらったり、それによって、廃炉を避けようという判断があるとしても、仮にですね、むしろ注水できないことによることの重大さの方がはるかに大きいということは、これは今の切迫した状況からしますと理解できますので、それは海水注入は何らためらうことなく判断を下した。これは現地の発電所長もかなり早い時期から、淡水が枯渇したら海水に切り替えると、こんな判断もいたしておったと聞いております。この海水注入については社長へのご相談というのはあったんでしょうか。海水注入は私は本部にも帰着して後だと思います。12日の確か1号機が12時ごろでしたでしょうか、お昼ごろだった12時ごろだったと思います。私もすでに対策本部に戻っておりましたので、その時点で今申し上げましたように海水注入についての、判断といいますか、了解といいますか、これはさせていただいております。このような経営者としての判断をされた時期と実際に海水が注入されましたのはその日の19時過ぎでございますから、相当の時間が経過しているわけでありますけれども、そのような時に経営者として自分が指示をしたものが実施されないことについて何か対応策を講じられたんでしょうか。実際にその海水注入に当たっている、まさに第一線の現場が、これがいかに、大変厳しい状況の中ではありますが、対応するかと、これは一番大事です。したがって、本部あるいは私本部長としてはそれを支援するというサポートしていこうという立場だと思います。そういう意味で、大変あの現場が厳しい環境の中で、やっている中で、機材の問題であるとか、そういう問題についてやはり本店の対策本部ができるだけの支援をすると、これはそれぞれの持ち場といいましょうか、資材関係、等々を含めてですね、全面的に支援をしていくという取り組みをやってまいりました。その海水注入についての判断の時期なんですが、社長がお戻りになるというのは、ある意味では淡水が尽きるという時点で判断をされたということだと思うんですけども、その淡水が尽きることはもう分かっているわけですね。当然のことながら淡水の量というのはそれはもう莫大にあるわけではございませんので、いつかの時点で淡水は尽きると、
でそうなりますと淡水が尽きる頃になってから判断するのではなくて、もっと早い段階で判断をしておくということはできなかったんでしょうか。実際はですね、今申し上げました通り、その早い時期から、淡水は枯渇するということで、海水注入の発電所なりの、それなりの判断あるいは準備ということはかなり認識されておりました。そういう過程がありまして、実際に、やるという意味の承認が今申し上げました、12時ごろと、こういう流れかと。社長がご不在になっておられてから、東京電力本店にお帰りになるまでの間に海水注入についてのご相談はあったんでしょうか。帰着するまでの間でございますか。海水注入についての具体的な話といいますか、状況については、実は私ヘリコプターでちょっと話が出て恐縮です。ヘリコプターで戻りまして、新木場のヘリポートから本社に戻りました。その間車の中で原子力の関係の担当者からその今の状況を報告を聞いたということですが、その話の中では、当然その注水という問題、それからベントという問題、これが一番の中心として今当面取り組むという状況は聞いております。ただその中で海水について、という話はそこまでは私は報告はなかったと記憶しております。まず淡水ということを聞いた記憶がございます。早い段階でですね、海水注入というものについて、実施されるだろうと官邸の方もやや期待していた向きがあるかと思うんですが、どうも東京電力の方の動きが鈍いということで、官邸の政治家の方々にここでお話を伺いますと、この海水注入が遅れていること、あるいは弁当が遅れていること、このことが東京電力本店に対する不信感を招いたというご発言があるんですが、これについて社長自身はその不信を払拭するような努力はされておられたんでしょうか。海水にしろ弁当にしろですね、大変繰り返しになりますから現場の大変厳しい環境、電源も失われ、放射線も高い、しかもその作業自体が、交代しなければいけないというのは大変厳しい状況の中で作業に、当たってたということで、大変その、時間経過からしますと時間がかかってしまったというのはこれ実情でございました。それでも、私どもは最大限それに向かって取り組んでたということでございますので、その中で今お話ありました、命令というんでしょうか、来るのは私どもが取り組んでたというその時の私どもの認識からするとややちょっとですね、違和感というとちょっと言葉が過ぎるかもしれませんが、ちょっと感じたという記憶はございます。社長が戻られてきた日のその前にですね、総理はもうすでに、そのサイトの方にですね、現場の方に行かれているわけですね。でこのことを、知ってですね、社長はどのようにお感じになられましたか。菅総理のサイトへの訪問という意味でございますか。私ちょっと不在の時期でございましたが、後からいろいろお話を聞く範囲でありしますと、やはり今申し上げましたその弁当等に現場はもう準備作業にも全力を挙げてきているというような状況でございます。そういう状況の中で、お見えになるということで、吉田所長、それから私どもの本部長の武藤も対応したと思いますが、やはりそこでやや時間を取られるというようなことは、実際に現場の指揮に当たっている立場からしましても、あまり芳しいことではないかなという印象は持たせてもらいました。それが生じてしまった原因というのはご自身にあるとはお考えになりませんでしたか。
や、そこまでは私は認識はしておりませんでした。官邸の方はですね、東京電力が意図的に弁当を送らせているのではないかと、あるいは意図的に、対応について遅れがあるのではないかという疑念をですね、持っておられたということなわけですけれども、そのような疑念を払拭することこそが社長の役目だったのではないですか。疑念をお感じになったとして、それが、どういう状況あるいは状況認識でお持ちになったか、これはちょっと私も存じ上げませんが、むしろ私どもは、発電所の、所長以下ですね、その作業に全力に当たっている、本部の方も全力に当たっているというのがもう最優先でやっておりましたので、その、不審と言いましょうか、その認識というのはちょっと私どもは あまり感じる状況ではなかったと、これも正直な感じでございます。ではその時にあれでしょうか、社長自身は、官邸の動き自身が不自然だと、まさになんでこんな時に、忙しい時にそんなものに乗り込んでくるんだろうかということはお感じになったけども、官邸がなぜそこに来ているのかと、それは結局現場を見なければ安心できないという状況が生じているということに対して危機感は感じられなかったということなんですね。官邸の方が危機感を持っているかどうかということですが、それは私が帰着してその対応している中ではそれはあまり感じなかったと言ってよろしいかと思います。確認はされたんでしょうか。お戻りになられて官邸の方にですね、不在にしていたけども自分はちゃんと戻ったということで、今後きちっと対応してくるからというような、そういう連絡は入れられたんでしょうか。私自身が連絡をしたということは確かございません。これはいわゆる官庁連絡班という、部署がありますが、そこからこれは通常保安院の方にいろんな動きを報告するわけですが、そのルートに乗ってるかどうかということで、これはちょっと申し訳ありません。後ほどもし差し支えなければ確認させていただきますが、そこは報告されたかどうかというのはちょっと私今この時点でちょっと確認は、今日後ほどですね、撤退問題をちょっとお話しさせていただき伺いたいと思ってるんですけど、その時は社長は自ら相当数の電話を官邸におかけになっておられますよね。14日の、特に午後夕方ということだと思いますが、はい、でその時の、後ほどそれは確認させていただきますが、それに比べますとこの最初の発災直後官邸に対して東京電力側の方のいわば、社長ご自身の連絡の状況というのは、ほとんどなかったかに思うわけですけども、それはどうしてそのような形になっておられたんでしょうか。それは特にこういう理由でというのはちょっと申し上げにくいと思いますが、やはり帰着して、大変厳しいその、現地設備の状況ということで、本部の中でその対応を、最優先に私自身も、対応してたと、こういうことだろうと思います。本来の原子力災害特別措置法、いわゆる減災法という法律では、これで言う場合には社長自身が緊密に官邸と連絡を取るという仕組みになっていたんでしょうか、それとも別な仕組みだったんでしょうか。減災法上、事業者と官邸との連絡の、あり方、これ申し訳ありません、その減災法上の立て付け位置づけというのはちょっと私も不勉強であれですが、そこの時点、つまり実際に取り組む本部でやっている時点では、そこの認識はあまり感じておりませんでした。私どもが承知している限りでは、減災法は本来保安院というところが、その、事務局を務めております、場所、あるいは保安院自身に対して事業者は連絡をするという体制ですので、それは従来通りといいますか、予定通り頻繁に東京電力の方から連絡が入っているということは承知しているわけでございますけれども、そのようなもので足りるというお考えだったということでよろしいでしょうか。基本的にはおっしゃる通りでございまして、事業者との、連絡、官庁というのはやはり保安院、これが基本の形ということで理解いたしておりました。
かりました。では海水注入、せっかく先ほど出てまいりましたので少しお話を続けさせていただきますが、海水注入につきましてはもうこれも何度も出ている事実ですので、まあ、確認というよりはその、今のご感想を伺いたいですけれども、この海水注入につきましては19時、数分後にですね、まあ、サイトの方は着手をしておりまして、まあ、海水注入当然にもこれで実施をしたというふうに理解をしていたわけでありますが、官邸の方は異なる考え方があったために、まあ、それを、まあ、おそらく竹黒さんがおもんばかってだと思いますが、その、中断の指示を入れるという事情があったかというふうに思います。でこれに対して、現場の方は、まあ、到底それをやめるわけにはいかないという考え方から継続をしたという整理になると思うんですが、この事情を、まあ見られて社長としてはどこに問題があったというふうにお考えになりますか。はい、まず経過としまして、まあ、官邸に詰めておりました、まあ、竹黒が後ほど聞くところによりますと菅総理から、まあ、再臨会ということについて、まあ、ご下問があったように聞いております、まあ、そういったご懸念が竹黒の受け止め方としましてはなかなかその払拭できないという状況と認識いたした次第で、したがってこれは国の原子力対策本部長総理でございますのでそこのご了解がないままに進めることはいかがという、こういう認識だったと思います。それが連絡が来たということでございます。でこれを実際にその判断というのはもちろん原子力本部の、技術人でもちろんやるわけですが、その時の状況としましてとにかく短時間で、ご了解いただいた上でやると、ここは一番これ長時間になりますと、そうはいかないというようなこと、短時間でとにかく了解を得ろうというようなことで、私自身もそれは是認したと言いましょうか、そんなことでございました。ちょっと考えていただきたいんですけども、本店は例えば現場の所長さんとかあるいはさらにサイトの、ヤードの方で、機械を動かしておられる本当の最前線の方々の技術的な認識に基づく措置に対して社長ご自身が例えばそこでその操作をやめろとかこういう操作にしろとかそういう指示は出されるお立場にあるんでしょうか。基本的には原子力設備そのものの、理解あるいは実際の、オペレーションといいますか操作等々についてはこれはかなり、技術的な知見が当然必要なわけで、したがって、原子力本部以下のそれぞれの役割に応じた、スタッフ、これが協議の上実際のオペレーションにやると、さらに発電所も発電所長は、現場を熟知していますし、その判断に基づいてやると、これは基本でございます。したがって私は、その一つ一つの、オペレーションについてはもちろん知見があるわけではございませんが、その専門家の知見に基づくオペレーションあるいはそれの確認ということを私は、情報を共有しておりますので、そこで私自身も確認するとこういう形でございます。通常そうだと思います。現場の方々の作業を、スムースにいくようにサポートしたり、相談があればそれに乗ったり、あるいは今起こっていることについての科学的知見を共有したりというのが、お立場であって、そしてそれについての、最終的な経営に関わる判断があれば経営判断をされると、それはもう当然のことだと思うんですが、ではなぜですね、官邸の方のいわば現場から相当遠いですね、その現場も見ているわけではない、しかも必ずしもその現場で毎日その労を管理してきたわけでもない人たちの判断を東電幹部はおもんばからなければいけないんですか。おもんばかったというのがいいかどうかちょっとこれは置いておきますが、やはり今申し上げましたように、国の対策本部長である、さすがに総理からのそういうあれが、
まあ、ご理解なかなかいただけないような状況と認識したという話でございましたの でしかもその短時間ということでございましたので、まあ、これはまあやむなしといいますかということでございました。今から考えてみますと海水注入をするからといってですね、例えば、その炉の危険度が急激に増すでありますとか国民の被害が発生するとかですね、そういう話では全然ないわけですね。そういったようなものについて例えば、いろんなことを言っていてもですね、それは本部長が判断すべき事柄ではないですよというふうに理解することの方がむしろ現場サイドの認識に合っているように思うんですけども、そこをなぜ経営サイドの方できちっとブロックをされなかったんでしょうか。それはやはり、まあ、ちょっと繰り返しになりますが、やはり総理下のそういった総理のそういったまあ、ご認識といいますか、これはやはりそれは短時間であればというのがどうしてもそこに判断が働いたと。では総理の判断が明らかに誤っていた場合はどうされるんでしょうか。これはまさにありましたように発電所長の以下の現地の現地を設備を熟知している判断がやはり優先されるべきで、それは当然議論になると思います。では竹黒フェローは東京電力きってのですね原子力のご専門だというふうに理解しておりますが、その海水を注入するとまさに再臨界の可能性があるということを議論しているその状況の中にあって、それは従うべき可能性のある議論だというふうに認識したということでよろしいんでしょうか。可能性というよりも、まあ、これは竹黒の認識でございますが、まあ、ご理解をいただけないと、でこのまんま続けることについての、まあ、懸念という意味だろうと思います。一体何に懸念されていたんですか。原子力対策本部長が、まあ、総理であることは分かりますけども、これは国民にとって今緊急事態なわけですね。それは現場で最も望ましい対策を講ずることを優先するのが正しい道だと思いますが、それに対して必ずしも現場にいるわけでもない方であり、しかもその炉について専門的知識があるわけでもない方が言っていることに対して、たとえ総理であったとしても従わないというのが一つの選択肢なんではないかと思いますが、どう思われますか。それは先生のおっしゃる通りだろうとは思います。大変繰り返しになりますが、やはりその短時間でですね再開というのがやっぱり私どもの判断の決め手になったということで、それ以上もし続きましたらですね、それはやはりきちんとした議論に持ち込むべきだしと思ってます。わかりました。ちょっと時間の関係もありますので時系列でというわけではないですけども、2号機の状況の中でですね、その2号機がまさに、状況がかなり厳しくなってきたその時に斑目委員長の方から、その現場の、所長の宛てにですね技術的な指導といいますか技術的な、その、注文といいますかそういったものがあったことは社長はご記憶になっておられますでしょうか。はい、記憶ございます。それは具体的にはどのようなものだったでしょうか。2号機は、まあ、14日の午後から、まあ、大変厳しい状況が続いてたということでありますが、とにかく圧力を下げる、まあ、弁当をしたい、それによって、まあ、注水をしたいとこういう局面でございました。それで、弁当とそれからも圧力容器の逃し安全弁、まあ、SR 弁というんでしょうか、これをやはり対応としては当然同時に対応措置として、まあ、考えているわけでございます。ただ、まあ、これは私、まあ、技術的な意味という意味ではなくてそのテレビ会議で共有しているという意味で申し上げているわけですが、まあ、それが弁当を優先にやろうというのが確かサイトの方の判断でだったと思います。でただ現場の方ではなかなかそれがうまく進まない、時間がかかりそうということでございました。でそういう状況の中で、まあ、逃し安全弁という、まあ、斑目先生、まあ、まさにご専門の立場からの、まあ、サジェッションだということで、まあ、もちろん弁当とSR弁というのは、まあ、
同時に取り組んでいるということはもちろんあるわけですが、やはり現場が何て言いますか、逡巡と言いましょうか、いうようなことにならないように、これは先生の専門的な見地のご示唆だということで、私はその渡辺先生の推しもやってほしいということを発話いたしました。そうですね、まさに現場の方は全く違う手順を考えていたわけですけども、渡辺委員長の方が、強く異なるやり方を、主張されている、その状況の中で私ども、会議の状況を見させていただきますと、社長が、ここは一つ渡辺委員長の方の指示に従えということをサイトに対して指示を出されましたが、これは結果的にどうなりましたでしょうか。2号機の弁当というのは、大変苦労してやってきてわけですが、結果的にはなかなかうまくいかなかったというのがあれだと思います。から SR の方は、開くことができたというような経過だと思います。ただ段取りとしてこの渡辺委員長の言った通りにやったら、かえって変なことになりましたですよね。それは何て言いますか、技術的に何かどうかということはもちろん私自身もあれですけど、やはりサイト、発電所の方もですね、それはもちろん技術的な知見において同時並行にやり、しかも SR 弁が先に開いたということについて、それは十分な技術的な意味での知見理解はしてたと思っております。ただ、実際のところはその指示に従って、結果が逆におかしな結果になってますので、やっぱりほら見ろということだったんだと思うんですけども、それを実際現場の方が自分たちの段取りをきちっと実施しようとしているところで、社長がやはりそこに介入されて官邸サイドの方をおもんばかったのはなぜなんですか。今おっしゃいました、介入とかですね、おもんばかりという意識は全くございませんで、むしろ大変サイトの方がその、サイトに時間がかかりそうだと、かといってその逃し安全弁の方も大事な作業だという状況が分かっておりましたので、それでサポートしたいと、サポートするという意味で、私が申し上げているということでございます。では結果的にはご自身の部下であります、その原子力発電所のサイトにいる、従業員の人たちの意向よりも官邸にいる専門家と称するその方の意見の方を、良しとされたという、そういうことで、指示を出されたということなわけですね。これは比較考量でこちらがいいという感じとはちょっと違うと思います。やはり SR 弁というのもサイトの方も、当然認識しながらやってたわけで、それで後押しと言いましょうか、サポートすると、こんな意識でございました。わかりました。ではちょっとそこの部分も含めまして、まさに、誰がサイトの技術的なことについて決定するのかということは大きな問題であるということを少し認識させていただいたということで、別なことにお話を移らせていただきたいというふうに思うんですが、現時点でいわゆる撤退問題ということについてさまざまな議論がございます。そこでちょっと事実の確認をいくつかさせていただきたいというふうに思っているんですが、今まさに2号機が非常に厳しい状況になったということがありまして、その対策として今の技術的なやり取りがあったと、これは相当緊張している中でのやり取りということだったと思うんですけども、このような状況の中で果たして東京電力はその、交換言われている、世の中で言われておりますいわゆる全員撤退と言われている、要するにサイトを放棄してそこから全ての技術者も含めて全員がいなくなるということを決めたことがあるのかどうかということについて少しお話を伺いたいというふうに思います。ちょっと私どもの方で用意しました、ごめんなさい、ごめん、これ一つ前か、これでいいですかね。ちょっとスライドを用いながら伺いたいと思うんですが、どうぞお手元にもあります。まず今14日の話になっております。で、これが、もっと前の段階から、厳しい2号機の状況がつながってくるわけでございますけども、ちょっと待ってね。これ違うね。
これ違いますね。違う、1枚足りない、1枚足りないんだけど。ちょっとすいません、これスライドが一番足りないので、どうする。ではちょっとしばらく会場の皆さんには大変申し訳ございませんけれども、用意をしながら、直ちに、そのスライドを映させていただきますので、少し時間の関係もございますから進めさせていただきたいというふうに思います。で、私どもが東京電力のいわゆるテレビ会議の映像を、すぐさに詳細に検討させていただいた結果、14日の夕方16時57分、この段階で清水社長は最悪のシナリオを描いた上で対応策をしっかり把握して報告してくださいという命令を出しておられますが、これはどういう意味だったんでしょうか。はい、これは今お話ございましたように、2号機が大変圧力の問題、注水の問題、炉の水位の問題、大変厳しい状況が、になってまいりましたので、先の想定をしっかり してほしいと、これ技術的ですね、もちろんしてほしいと。でその上で対応策の把握して、これをみんなで共有したいと、こういう意味、思いでございます。その時に想定されている最悪の、最も最悪のシナリオというのは、どのようなものを考えておられたんでしょうか。おそらく水位がですね、こう下がってきますので、原子燃料が、露出してしまうとか、そういうことが最悪のシナリオだと。最悪のケースとしてはそういうことが考えられると。例えば格納容器自身が爆発してしまうとか、そういうのもいろいろ考えられると思うんですけども、こういうものも含めてその時の対応策についていくつかのパターンを考えさせたということなんでしょうか。格納容器の爆発までいったかどうかちょっとそこまではあれですが、その水位が下がって、燃料に大きな影響が出ると、その辺の認識は多分あったと思います。わかりました。これまさにこの日はこの時間帯ものすごい厳しい状況に陥り始めていますので、社長自身がこの最悪のシナリオというのを考えろと発するのはまさによく理解できるタイミングだというふうに思うんですが、その直後、1時間も経たないところで、清水社長はオフサイトセンターから移動している武藤副社長にお電話をされているわけなんですが、これは一体どういうお電話をされたんでしょうか。これは申し訳ありませんが、武藤との話の内容とはちょっと記憶がはっきりいたしません。申し訳ございませんが、これは武藤さんはですね、まだオフサイトセンターに武藤がいるという状況。いえ、緊急事態なのでオフサイトセンターから武藤さん戻ってこられているわけです。でこれは中越沖地震のですね、教訓を得て、本来ならば現場に近い方に技術的な専門家がいるべきだということでオフサイトセンター直ちに武藤さん向かわれましたけれども、その武藤副社長はもうそのオフサイトセンターが機能しておりませんで、で他方でこの2号機がものすごく厳しい状況になりましたので本店に戻ってきておられるという途中です。でその、中継地点のところでようやく連絡が取れるということで、その時清水社長は必死にですね、この、電話の取れる状況の場所をですね、その抑えられてお電話をされているわけなんですが、これは何か、武藤副社長と相談をされていたんでしょうか。これちょっと申し訳ありません。相談事なのか、状況の確認なのか、ちょっとここは分かりません。ただ、この状況で、武藤とですね、何かその、状況確認というのは、ちょっとなかろうかなと、ちょっと記憶が大変、分かりました。申し訳ありません。当時のこと、いろいろご記憶は、もう、なくなっている部分もあるかというふうには思いますが、でこういうような状況の中で18時47分でありますけれども、実はこれ総理が吉田所長とお話をされている時間があるわけですね。でこれは
私どもが承知している限りにおいては、所長の方から、細野さんの方に自ら、連絡を取られて、これは少し前です、16時の早い段階だと思いますが、2号機が相当危険な状態であるということを、伝えておられるわけですが、そのことを踏まえて、次に、18時47分の段階で改めて官邸と、そのサイトの方が連絡を取っておられると。その時には、総理ご自身が電話をお代わりになられて確認をされているということですが、吉田所長はまだ、やれるというお話でしたと。これはここに、総理が、元総理が来られた時にご自身でご発言をされていることです。で、このことは、まさにどうでしょうか。本来本店の方にお問い合わせがあるべきところを、その発電所と官邸との間で、直にその状況把握が行われていたということを意味しているわけなんですが、この点について、社長自身はどのようにお感じになられますでしょうか。やはり、官邸との連絡という意味も含めて言えば、やっぱり本店の緊急対策室、等にお問い合わせいただくというのが、自然の姿かなと私も思います。しかしながらその今 の, そのサイトの本当の厳しい状況がいろいろその、情報がかなり複装しているというようなこともあったと思うんですが、そこでその情報伝達という意味ではっきりできたどうかというのはその時点ではちょっと難しい面もあったかもしれません。はい、そういうご意向だったのかなと、これはちょっと推測が含まれておりますが。わかりました。で、こういう中でですね、19時28分には、小森副社長、こちらが今度はオフサイトセンターの方に、武藤副社のさんと入れ替わりでオフサイトセンターに行かれたわけですが、小森さんは、退避基準の検討を進めてくださいということを、発話されておられます。この退避基準というのは、どういうことを意味しているんでしょうか。今のその時 の, 発電所の状況は大変厳しいというのは、再々出てまいりますが、来てまいりますが、やはり周辺の放射線量も、少し上がり始めているというようなことから、まさにその対比の、ルールというんでしょうか、手順というんでしょうか、これはやっぱりしっかり決めた上でやっていこうと、こういう意思でございます。これは場合によっては例えばその最悪のシナリオと先ほど社長がおっしゃられた最も最悪な状況になった場合には例えば全員がそこから退避するというような基準になり得ることもあり得るということなんでしょうか。それはちょっと違うと思います。全員撤退というのはそもそも基本的に私どもは全く念頭にございませんで、先ほどのいろいろ状況に対応している、つまり注水にしろ、ベントにしろ、発電所の人間はまさにそれに立ち向かっていってるわけで、さらにその先もやらなければならないと、こういう状況下でございますので、そこからその、撤退とか撤収とかってことは全くそういうことは念頭にないわけでございます。したがって今のお話のこの退避という意味は全員がですねそこにいる必要はないと、こういう認識のもとで、手順をということでございます。はい、今社長おっしゃられたように退避の基準の検討というのは進んでます。それから、武藤社長の方からは原さんという部下の方に退避手順というものの、検討の指示が出ているということは、これは国会事故調でのヒアリングの中でも理解させていただいているところなんですが、まさに例えば炉の状況がこのような状況になったら、例えば何人程度の人たちを残して、その他の人たちは例えばバス何台でどのような形でどこに移動するんだと、こういうことを決めるということでよろしいんでしょうか。その通りです。ではですね、この19時55分なんですが、この東電のテレビ会議の映像を見させていただきますと、高橋フェローがここはもう社長とご一緒におられた部屋の中で社長のお隣にいたんじゃないかと思うんですけども、高橋フェローが、武藤さん、これ全員のサイトからの退避っていうのは何時頃になるんですかねっていう発言をしているんですが、これは大きな勘違いということなんでしょうか。そういうことになろうかと思います。つまりその
全員いる必要はないんではないかというそこから始まっておりますが、それを私それから本部長の武藤、まあ、さらに言えば会長勝又会長、それからまあ吉田所長、ここでまあ 共通認識を持っているというのが私の姿でございます。まあ、従いまして、まあ、高橋は、まあ、緊急対策の上におりましたが、そういう意味 その、まあ、勘違いと言ったらいいんでしょうか、まあ、そういうことだろうと思います。それで、この場面でですね、この高橋が、ここに言っているような会話について、私はですね、その全員ということを言ったもんですから全然認識が違うということで、ちょっとこう、なんて言いますか、牽制と言いますか、これも多分しているんだろうと思います。確かに映像では社長が驚いたような顔をして、高橋メロンの方をこう見ておられる映像だと思いますので、それは確かに社長のおっしゃる通りかもしれませんけども、そうは言いながらも20時16分には今ね 1F からですねいる人たちみんな 2F のビジターホールに避難するんですよねっていうふうにもまだ言ってるわけなんですが、これもまたやっぱり勘違いなんでしょうか。だと思います。ということは実際のところ今お話がありましたように、この時点ではかなり、シビアな状況でありましたので、最終的な退避に関する検討というのは進めてもらうように指示を出しているという段階で、まだ具体的に誰が残ってどのような手はずで人がここから退避するのかということは、まあ、決まってない段階ということでよろしいでしょうか。その通りでございます。したがってその、まあ、後ほど出てくるかもしれませんが、今大変厳しい状況がこのまま続くとすれば、やはり全員ではなくて、一部の、まあ、必要作業、緊急作業に必要な人間を残してやるということはいずれ検討する必要があると、こういう認識の時点でございます。これはまあ発電所の方、私どもが調べている限りでは、まあ、発電所の方はかなり一貫してまして、最低必要な人員を残して退避するという検討ですし、協力会社の人や女性はまあ退避させると、あるいは所長はまあ最後まで残るつもりだということであり、また最悪の場合は10名ぐらいかなというような感じの、まあ様子が見受けられるわけでございますが、このような発電所の認識というのは当時社長は認識されておられたんでしょうか。はい、認識しておりました。で、今お話が出ましたように、この経過の中で発電所に今そもそもどのくらいの人数がいるかという確認は確かしていると思うんです。で、確かに、まあ、事務系の人間、女子社員等々も含まれて、まあ、700名程度だと思いますが、まあ、それだけの大人数がいるということから、そこで、ルール申し上げているように、まあ、緊急作業に携わらない人間は、まあ、一時的にせよ、これまあ福島第二を考えているわけですが、そういう認識のもとに進めてきたということでございます。20時20分、これはまさに高橋フェローがそのような発言をされた後、打ち消すかのように社長は現時点でまだ最終避難を決定しているわけではないということをまず確認してください。それで今しかるべきところと確認作業を進めております。プラントの状況を判断、確認しながら決めますのでと、ちょっとごめんなさい、決めますのでというふうにご発言をされておられますが、この時の最終避難というもののイメージはどのようなものを考えておられたんでしょうか。これは先ほど申し上げましたように、まず緊急に対応する人間を、まあ、残し、今それ以外の人を、まあ、別の場所に移すという意味の、つまりその一時的にせよ一部の人間を残すという、それを、まあ、決めるという意味でございます。このような形で、もうこれちょっとこの紙ですとあまりこうリアルな感じがないかもしれませんが、これは本当に危機的な状況ですよね。この段階では、まあ、そのまさに現場におられる方っていうのは、まあ、死を覚悟されたというご発言もあるぐらいの状況だと認識しておりますけれども、そういう中で、まあ、現場が覚悟を持って取り組もうとしているという認識のもと、社長自身は
まあ、その方々は最後は残ることもやむなしというお考えだったということなんでしょうか。これはやはり厳しい、もちろん厳しい状況ではございますが、まだその作業が全くその不可能とかなんとかということではなかったかと思います。まあ、もちろん それだからこそということはあるんですが、そういう状況だったという認識しています。はい、で命じられておりまして、作業しております退避基準、退避手順というものは、いくつかの案はこの段階は上がってきていたんでしょうか。いや、いくつかの案ということではございません。これは武藤が指示した、そこで一つの形を作ったということでございます。そうしますと、まあ、最終的にはこれ21時22分の段階で圧力要件の注水が成功しますので、まあ、水位回復ということでちょっと一息ついたという状況があったと思いますが、この時点の段階ではまだ最終的には結局退避の基準は決まらなかったということでよろしいんでしょうか。21時22分ですと、そうですね、まだ手順書というのはできていないと思います。でここで今お話がございました、まさにその2号機が、まあ、一進一退のような、まあ、状況が続いてたというのが、まあ、ちょうどこの頃だろうと思います。まあ、したがって、その、まあ、退避という、まあ、一時的な退避という問題もやはりその状況によってどう決めるかというようなことが続いてたという状況だと思います。でこれ最終的に決まる時期なんですが、これ実は21時22分には一旦なんとなく収束したかのように見えましたけれども、それは、とんでもない話で、その後また厳しい状況に陥っていくわけですね、2号機は。でこれで、まあ、格納容器弁当ができずに状態が悪化していて、まあ、その日が変わって大変な事態になっているということだと思うんですが、まあ、この、状況の中で最終的なペーパーとして私どもが入手しておりますが、3時13分の時点で緊急対策メンバー以外の退避の行動手順が確定したという文書を拝見しておりますが、この前の段階でこれは決まっていたものなんでしょうか、それともこの時点で決まったものなんでしょうか。退避の手順書でございますか。はい、手順書はこれも後から記録を私ども確認させていただいてますが、この時に、ペーパーとして作っていると。なるほど。いうことで社長ご自身の認識として、この退避についての基準、まあ、紙自体はここで最終的に確定しているものですが、退避の基準というものが、まあ、ある程度、まあ、文書化される前の段階でもご相談レベルでいろいろ決められていたんだと思うんですが、社長ご自身が最終的にこの緊急対策メンバー以外の退避の行動手順というものを認識し、それで行こうというふうにご判断されたのは大体いつ頃なんでしょうか。その退避基準のそのペーパーそのものは、私はこの時間経過の中では見ておりません。見ておりません。むしろ、まあ、手順ですから、例えばその、まあ、バスの手配、あるいはまあそこには緊急時対策以外のメンバーと確か書いてありますが、まあ、どういうアナウンスをするかとか、まあ、まさに手順でございますので、それは私自身はそれは見ておりません。では社長自身は一体どのぐらいの人数の人が最終的に退避することになるのかということは最後まで認識はなかったということになるんでしょうか。具体的な残る人数あるいは役割、これはやはり発電所長が決めるべきだという認識でございますので、まあ、実際まあ、翌朝、まあ、じゃあいよいよ退避かということになったときには、発電所長が、まあ、各班ですね、対応でコアメンバーをどうするかということに入っております。これはむしろ発電所長が実際の何人、どういう役割の人を残すかを決めるという形でございます。ということは、社長は最後の最後まで何人が残るかはご存じないまま、この実際の退避が行われたということでよろしいんでしょうか。最終的にはまあ70名ほどの方が残ったということになっているわけですけれども、でも全くそれは現場任せであって連絡もなかったということなんでしょうか。はい、連絡があったかどうかちょっと私テレビ会議通じてですが、あったかどうかちょっと記憶定かではありません。まあ、ただ個別にですね、私のところに、まあ、70名なら70名という、まあ、そういう報告は私自身にはございませんでした。おそらくですね、テレビ会議に映らないようなところで吉田所長と連絡をされていると思うんですが、
まあ、私が承知している限りでは午前2時ごろにですね、武藤副社長とそれから吉田所長が電話をされていて、それを社長に手渡されたのではないかと思うんですが、そういうご記憶はございますか。そこのですね、吉田所長とですね電話して、あるいはその内容が何かというのはこれ大変申し訳ないんですが、あまり実は記憶にございませんで、まあ、むしろその武藤の方がですね、まあ、本部長と所長との間という意味で、まあ、やり取りがあった、そんなのやり取りがあったということだと思いますが、私自身はちょっと大変申し訳ありませんが、ちょっと記憶がそこのところははっきりいたしません。はい、わかりました。では結果的にはどうもこう見ている限りにおいては、まあ、本当にいわゆるこう、まあ、世に言うところの全員が、まあ、再労を放棄して移動するっていうことが決まった形跡は、まあ、なさそうな感じはするわけですけども、ではですね、社長自身は相当早い段階から、要するに14日なんですけども、18時36分なんですが、これ以降ですね、ものすごい頻度で、その方々に電話をかけておられますですよね。で、相当の方々とこの問題についてご相談をされている形跡があるわけなんですが、あるいはまあ実際に電話がつながったのは数回かもしれませんけども、相当程度ダイヤルをお回しになられている様子があるわけですけども、このような時には一体どういう基準でものが進んでいくのかということは認識しないまま相談されていたということになるんでしょうか。これを今お話しございました何かの基準、手順によって連絡するという意識ではございません、認識ではございません。その時の状況はまず今その一時的な退避というようなことがずっと話が進んできておりますが、現場では自衛隊等々が大変厳しい中で当たっておられるというような状況でございますし、やはりその一部の人間といいましても、まあ、それなりの人数がサイトから動くという、これが一つの動きでございますので、これはやはり、所管大臣から、まあ、保安委員長の方にお伝えしておくという私の判断でございました。保安委員長はよくわかるんですが、現在法的にいきますと当然その保安委員長に連絡をするということが、まあ、そういう仕組みになると思うんですね。ですから、まあ、一番最初に寺坂委員長に電話しておられるわけですけども、まあ、これつながなかったようでございますけども、その後すぐに経産大臣補佐官の方に連絡をされて、でこのタイミングでおそらく海江田大臣と一旦お話をされたのではないかと思うんですが、このお話の様子は、まあ、なぜこのような電話をしたのか、またどのようなことのやり取りがあったのか教えていただけますでしょうか。まず先ほどもお話ございました非常に頻繁にという、これはまさに、まあ、つながらなかったというのがかなりありました、まあ、そういう意味合いだと思います。それで今のお話の経産大臣とのお話ということになりますが、まあ、非常に今その福島第一の状況が大変切迫して厳しい状況になっている。したがってこの状況が、まあ、このまま続くと大変ますます厳しいことも、まあ、想定されるので、このいずれ退避というのをですね、検討する必要があると思いますと、こういうことを申し上げました。したがってまあ、よくこの全員という話が出ますが、全員あるいは撤退、まあ、それは全く申し上げておりませんで、まあ、これは私どもの意思としてはその一部の人間が残り、その上でやるという、まあ、大前提の上でその趣旨をお伝えしたということなもんですから、まあ、そういうことでご連絡を申し上げたと、うん、いうことです。この連絡なんですけども、もう海江田大臣はここでですね、この場所で、もう東電は全員撤退を決めているというふうに認識したというふうにおっしゃっておられるわけなんですが、
なぜそのような、まあ、認識が生じてしまったのか、その原因はどこにあったというふうにお考えになりますか。これは私の方の意向と、まあ、ちょっと違うというふうにもし受け取られたということであれば、それは何か なぜかというのはちょっと私も推し量らないというのが正直なところでございます、うん。この直後に寺坂委員長の方に電話をされてますが、寺坂委員長のご感想としては清水社長が何を伝えたかったのかは十分分からなかったというご発言があります。これやはり伝え方がちょっと問題だったということではないんでしょうか。それはあの今申し上げましたように、まあ、一部の人間を残しながらやるというちょっと大前提の教育趣旨を申し上げているということなもんですから、なんて言いますか、まあ、受け手として、まあ、それを、まあ、どう受け止めるかというのはちょっとこれ私、まあ、推し量るのはちょっと難しいんですが、まあ、ちょっとその辺の微妙な感じは、まあ、あったかもしれないという感じはあります。社長の頭の中にもしかすると万が一の時にはその人命の観点から全員がその場を離れなければいけないことがあるというシナリオをどこかお持ちになっておられたということではないですか。この時点では全く持っておりません。持っておりません。退避というお言葉なんですけども、退避というのはどういう意味だというふうにお考えになっておられましたでしょうか。この言葉の意味、まあ、厳密に言うと言葉の意味というのはいろいろ解釈あると思いますが、私どもはその一時的にですね、一時的にその危険な場所から一時的に離れるという、まあ、もちろん意味だと思います。そうですね、まあ、よく使われるこの原子力の世界では保安上の用語として退避という言葉があって、それはまさにヤードの前線に出ている方々が、まあ、それこそ被爆の危険性があればその免震重要棟に一旦引っ込んでくるというのを、まあ、全員退避という言い方をすることもあるわけですね。でそういうニュアンスで、まあ、退避というお言葉をお使いになっていたということは、まあ、わかるんですが、それは今私があえて申し上げましたように人数が全員なのか一部なのかということとは関係なく、一時的に場所を離れるということ以上のことを意味していないので、結果的には退避ということを言ってしまうと全員がそこからいなくなるのではないかというふうに誤解されるということはあったのではないかと思いますが、その点どのようにお考えになりますか。私がお伝え申し上げたその時点では、今先生もおっしゃいましたけれども、その退避というのが私どもの、まあ、マニュアルの中にもあるわけなんですが、退避というのは今回の退避という意味ではないんですが、そういう意味で私ども その、まあ、全員じゃなくて一時的な退避、全員じゃなくて一部の人間が一時的に退避という、まあ、そういう前提でお伝えしたということはあると思います。その退避という概念は必ずしもですね、人数が何人残るかということとはあまり関係がないというふうに思うわけなんですが、それでもあえて退避という言葉を使えば一部が残るというふうに共有してもらえると考えておられたということですか。その通りです。でそのですね、状況の中で、まあ、確かに寺坂委員長の方はここに書いてありますように同じように伝えられた、まあ、同じタイミングですけども、まあ、簡単に言えば清水社長はですね、なんか何を言いたいのかがよくわからなかったと言ってるんです。でこれはおそらくですね、何かを言わせようとしているような感じがしたというようにも、まあ、伺われるわけなんですが、要するにどうすればいいのかということを、まあ、強く相談されておられたんだろうというふうに思われるわけです。でその強く相談されていた中でよく分からなかったけども、ただ作業員を全員引き上げるというふうには受け止めなかったとも言っておられるわけでありまして、まあ、話し方いかんによっては聞き手の方で違った捉え方があるということも、まあ、言えるのかもしれないとも、まあ、思われるわけです。でその点は、はい、まあどのようにお考えになれますでしょうか。まあ、こういうその後で、まあ、後日ですね、こういう、まあ、言葉をこう並べてみればということはあると思いますが、まあ、その時の状況がですね、先ほどからお話しも非常にその切迫している中でのやり取りなもんですから、そういった本当に微妙な意味での言葉のニュアンスといいますか、そういうことが、まあ、やや少しこうずれる可能性もあったかもしれないというのは、まあ、後から考えますとですね、
ただ、まあ、繰り返しますが、まあ、趣旨はそういうことではなかったということでございます。ある意味ではここは相当慎重にですね、丁寧に正しい事実をお伝えしないといけない場所だと思うんですけども、こういうような形で聞いた人によって聞こえ方が違うような、そういうお伝え方をしているということ自体が問題だったのではないでしょうか。この発する方と受け手の方で、まあ、結果的にこう、まあ、ズレが生じたとすれば、それはまあ、振り返ってみればそういうことがあったかなというちょっと感じはいたしております。その後ですね、先ほどもお話されましたように、やっぱり19時55分にあたりに向けてですね、このあと1時間ぐらいの間に海江田大臣に連絡を取ろうと秘書官に8回ほど電話をされておられるわけなんですけども、なぜここでもう一度海江田大臣に連絡を取ろうとお考えになったんでしょうか。これは時系列的に言いますと、すでに私がその退避というのをご連絡した後になるんでしょう。ちょっとこのことを聞いて申し上げます。18時41分が一番長い時間で、その後19時55分からは8回ほど連絡をされておられますが、非常に短時間の通話しかございませんので、そのようなお話をする機会はここにはなかったかと思いますが、これは何か他にお伝えになりたいことがあったということなんでしょうか。いや、ここはちょっと私の記憶にちょっと薄れてしまっております。申し訳ございませんが、このですね、連絡が届かないことの原因の一つに、ここにちょっと書かせていただいてますが、経産大臣の秘書官がお部屋に入ってきて、経産大臣に東電からお電話ですという話があったので、経産大臣が言われたのは、その秘書官に対して、いいよ、その電話ももう断ったからいいよ、という話をしたのを記憶している。その時枝野さんが、俺にも来たよ、という言い方をした。僭越ながら海江田大臣にそのような話であれば、もう一度ちゃんと電話に出られてしっかり断られた方がいいと思いますということを申し上げたところ、海江田大臣もそうだなと言ってお部屋を出られたというような言葉が、まあ、語られているわけなんですが、まあ、このようなことっていうのが実際に行われているということは、大臣の方にかけても通じていないのは、一旦大臣がまあ何らかのお話を受けてそれに対して断ったので、それをもう一回かけられても困るのでということで、まあ、拒否されておられるという様子が伺われるわけなんですが、このようなことをもしこれが真実だったとした場合には、今振り返ってみて、その社長はどのようにお感じになられますでしょうか。そこのところはですね、そのやり取りというのが、まあ、今ここにありますような趣旨かどうかも含めて全くちょっと認識が私は持ち合わせておりません。わかりました。で、ここには枝野さんにも俺にも来たよというふうな言い方をしたと枝野さんが言っているということになっていますが、枝野さんとのお電話というのはこの前の段階で何か取られたわけなんでしょうか。先ほど申し上げました私がまず報告するご連絡するというのは、まあ、保安委員長経済産業大臣というのがまずありました。それで私の、まあ、記憶がですね、どうもその官房長官にお電話を申し上げたというのがどうしてもこれ蘇ってきておりません。これは正直申し上げまして、そこのところがちょっとそのここの趣旨がですね、ちょっと事実がどうかというと別ですが、私どうしてもそこは記憶がないというのが率直なところでございます。はい、まあ、私どもはこの官邸の方の方々のもさまざまな資料等を拝見しながら確認していっているわけですが、このちょうど8時前後の段階では、経産大臣と、まあ、枝野官房長官、当時の官房長官が東電の全面撤退問題についてお二方で、深刻に話し合いをされておられるというような時期でありまして、そういったような中でもはや官邸の方は、その東京電力が全員撤退をするということを申し出てきているという理解になってしまっているわけなんですが、
このような事態になってしまったために、その話は断った以上、もうまた二度とは聞かなくてもいいんだというような対応になっているように思うんですが、これやはり最初の時に海江田大臣にお伝えになった内容が、どうも誤解を生んでしまったことが相当程度を引いているように思うんですけども、それは何か原因を感じになられることはありますでしょうか。いや、これは先ほど申し上げました通り、その緊急要因を残して、緊急対応要因を残してという、その趣旨でお伝えしたという、私自身がですね、という気持ちでございますので、こういうことになるというのはちょっと私自身がちょっと理解できないというのは正直なところであります。はっきりと一部の方を残してというふうにお伝えにはなられなかったということなんでしょうか。全員とかですね、撤退というような言葉は使っていないという意味でございます。一部を残すということをはっきりとお伝えにはなったんでしょうか。そこはですね、一部という、ワードとして言ってるかどうかちょっと私ははっきりいたしませんが、先ほどの、ああいうそういう状況の中のあれなもんですか、やり取りのもんですから、対比ということははっきり申し上げましたが、一部というのは言ったかどうかちょっとその曖昧さが残っているというのが正直なところです。社長、これご存知だと思いますけど、この時間帯は、まさに発電所の方では命がけで何人の人が残るのかということを考えさせられているわけですね。これ社長の命令に従って待機基準を考えろと言っているわけですから、現場の方は自分と一緒に残るのは何人だろうということを考えておられるわけですね。で、他方で一人でも多くの人は避難させなければいけないかもしれない、しかし炉を守んなければいけないということで相当苦しみながら自分の最後を共にする人たちを数えているわけですね。そういう状況の中でこんな伝え方でよろしいんでしょうか。いや、これは再三申し上げてますように、私どもその発電所長も含め、とにかく一部を残してという、共通の認識のもとで進めてきたと申し上げましたが、その趣旨で、お伝えしているということのものですから、ちょっとこういう、ちょっと行き違いみたいなことがあるというのはちょっと私も私自身のお伝えする気持ちとはちょっと本意ではなかったなという思いがあります。伝え方の問題ですから、あまりここでこだわってもどうかとも思いますけども、その現場の方々のお気持ちをちゃんと理解されているのであれば、現場は最低でも何人は必ず残ると言っていますと、ご安心くださいということは伝えるべきだったのではないかとも思いますが、そのような配慮はなかったんでしょうか。これはこの経過を改めに拝見しますとそういうことですが、その時は私はその一部を残してという趣旨で申し上げたということで、あと実際に今どういう状況になったらどうかということに移っていくわけで、今先生おっしゃったようなそこをその改めてこう修正するといいますか、そういう認識とはちょっと持ち合わせておりませんでした。分かりました。で、15日になってなんですが、日が変わります。で、これで一旦先ほど9時20何分かに収束したように思ったものがまた9時22分ですね、少し一段落したかのように思ったものがまた厳しい状況になっていきました。弁当ができずに状態の悪化が起こっていくわけであります。格納容器の弁当ができないという状態であります。で、こういう中で最終的にもう一度海江田大臣にお電話をされたということでよろしいんでしょうか。恐れ入ります。それは何どこの3月15日の1時31分というのを書かせていただいているんですが、15日の1時31分ですか。15日1時31分です。海江田大臣、そうです、海江田大臣です。明けてから社長は海江田大臣にお電話をされたということでよろしいんでしょうか。それともこれは間違っているんでしょうか。これはちょっとあれですね、ここのところちょっとはっきりちょっと記憶がないと言ったらあれだと思いますが、
社長は海江田大臣とは何度お話をされておられるんでしょうか。今のそのご連絡申し上げた時だけだと思います。まあ、ここのいきさつの中ではですね。そうですか。これ1回だけですか。はい、1回だけだと思います。ははとなりますと、これは3月15日の段階では連絡はなく、これは1時31分の海江田大臣の秘書官に対して長時間にわたってご連絡をしているという社長からのお電話は、海江田大臣につながったのではなくて、秘書官とお話をされているだけということで、ここに出てきています海江田大臣のご認識は、一番最初の14日の18時41分の段階でこのように認識をされた以降、海江田大臣は一度も社長とはお話をされていないということでよろしいんでしょうか。私の記憶ではそういう感じがいたしております。ちょっと講談の1時31分とか、ちょっと私の記憶からちょっと蘇ってきてないと言いました。だいぶなんか社長のやっぱりご記憶は抜けておられる部分があるように思います。実際私どもがいろいろと確認している中では、まあ、いろんな事実が判明してきているわけでございますし、相手のある話でもありますから、相手の方からの、まあ、その、証言というものと付き合わせて最終的には確定させていただかなきゃいけないかなと思いますが、そういう意味では枝野官房長官がここのですね、国会の事故調査委員会に来られた際に、総理をまあお呼びになる少し前の段階で、まさに社長の方から撤退についてのまあお電話をいただいているという発言があったんですが、まあ枝野官房長官、元官房長官は、この1回限りが社長とのお電話だったというふうにご発言されているんですけど、これは間違いがないんでしょうか。いや、先ほどもちょっとお話ございました、官房長官との、ま、電話のやり取りというのがですね、私自身ちょっと記憶化から蘇ってきてないんです。これは本当に正直申し上げまして。したがってちょっとここの、ま、なんていうか、事実関係というのはちょっとこう、はっきり申し上げられないと。わかりました。事実関係がわからなければ、あれですけども、結果的には、やはり枝野官房長官にも全員撤退だという意思に伝わったということのように、まあ、そのご発言されているわけです。ここではどんどん事態が悪化している、止めようがないということを、まあ、その言っているわけですね。もし撤退すれば悪化して止めようがないじゃないかということを指摘したに対して、まあ、その社長自身が口ごもってしまったので、まあ、結果的には、いやいや、一部残すんですよという発言は得られなかったと、まあ、そういう主張になっているわけでございますが、こういうこともご記憶はない。そうですね。ここに今、書かれておりますようなことは、ちょっと私の記憶にはないですね。わかりました。ちょっと嘘で、はい。すみません。今日、清水社長とやり取りを伺っておりますと、まあ、非常にきちっと、こう、分かりやすく説明されているんですが、あのような状態で、まあ、非常にみんながいろんなことが起こっていますよね。で、今おっしゃったように14日の夜一段落1回はしているんだけども、本当にその避難というか退避ということが一回撤退ではなくてですね、そういう言葉でその何人かの人がいると、そういうところを認識されていたとおっしゃいましたけども、かなりやはり電話がつながらないとか、もういろんなフラストレーションがあると思うんですね。で、実を言うと私どもは確かに現場はですね、もう本当に死ぬ覚悟が最後はだから、何人か誰が残ってくれるかなということをかなりもう気を配っておられまして、現場のトップの人たちというか、現場の人たちは全員撤退なんてことは全く頭にないという話は私どもも確認しているところです。だから誰と誰が本当に残ってくれるかなということを非常に気にはされておりましたけど、そういうような現場の気持ちを今になってでもいいですけれども、その時のトップとしてどういうふうに感じられますかね。上が何を考えても俺たちはやるぞという話は確かにお持ちだったと思っていますが、まず基本的にですね、そこの現場から全員が離れるというようなことは全く考えてない。これはまさに発電所の実際にことに当たっている厳しい状況の中でことに当たっている人はそうでありますし、まあ、我々も先ほど申し上げました通り全くそういう共通認識でおりました。でしかし、ここにある、まあ、経過等によりまして、まあ、仮にその発電所の人間が
こういう事態で逃げ出してしまうんだというようなことをもし受け止められたとすれば、これは全く私にとりましてもですね、まあ、もちろん本意でもないし、大変残念だし、むしろ私は そういった気持ちにもし置かれた発電所の社員なり、まあ、協力会社の人がいるとすれば、これは私に申し訳ないとは思います。いや、そうじゃなくて、だからそうなるとじゃないんですけど、まあ、本当にそういう会社の社長でよかったなという感謝するんじゃないかと思うけど、それにしては一番上の人になると肝心なところになると忘れているとかですね、いう話を、まあ、あなたのことだけ言ってるわけではないんだけど、そういう感じもしてるのかもしれないということで、質問ぜひそういう気持ちを大事にしてもらえればというのが僕らの思っていることでもあるんですが、まあ、そういうわけで上に行くことだらしがなくなるというわけではないんだけど、いざとなった時の覚悟はどうだという話が一つの根底にあるのではないかなと思って、私は思っています。ということで野村さん続けてください。すみません、まあ、委員長おっしゃる通りで、私どもは相当程度認識している限りにおいては、現場は本当に決死の覚悟で取り組んでいるという事実があって、それは社長が何を考えているかというよりも、現場の人たちが本当に逃げるつもりはなかったということははっきりしているわけですね。で、そういうような状況の中で官邸に対するそのお伝えの仕方がですね、こんなに世の中の人たちにいわばバッシングを受けるようなお伝えの仕方しかできなかったということがですね、やはり最大の問題ではないかと思うわけです。というのは、やはり現場の方々と同じぐらいの気持ちで真剣に官邸にお伝えをされていればですね、もうちょっと伝わり方もあったんではないかなというふうには思うわけでありますが、まあ、それはちょっと置きまして、実際官邸はその後、これはもう大変だということで、まあ、緊急会議を開いているわけですね。総理のいわゆる御前会議と呼ばれている会議が実際に開かれる前に、その総理を起こす前の事前の打ち合わせがまず行われ、そしてさらには政治家だけでも会議をし、それで、藤井官房副長官や松本防災大臣、その場におられなかったまで呼んでですね、その会議が、まあ、事前の準備がされているというような状況になっていたわけです。で、こういう中で、まあ、皆さんが考えていたのは、これ全員撤退というのを申し出ていると。つまり東京電力はもう官邸に対して全員撤退を申し出ているんだと。だからこれを何とかしなければいけないんだと。いうような形で、まあ、それに対する対策を、まあ、練っていたということでありますが、これはもう社長の認識とは全然違うところで話が進んでいたということになるわけですよね。で、そこでちょっとお伺いをしたいわけですが、そこで、まあ、最終的には、総理官邸は、実は、現場にも確認をしているわけでありまして、現場との間の意思がおかしいと、つまり本店の方が言っていることと、現場の言っていることが合わないということを議論されておられるわけなんですよね。ということは、要するにですね、現場が撤退する意思がないということは、官邸も分かっているわけなんです。ところが、東電の本社の方が撤退を言ってきているのは一体何なんだという、こういう話なわけですよね。で、そこで撤退を、もしかすると現場が離れるつもりがなくても、東電の本社は、いわば、人命救助という名のもとにですね、もう強制的にそこから撤退させるつもりなんじゃないかというふうに、まあ、見られているわけです。で、そういうような状況に至っていた状況の中で、清水社長、呼び出されるわけでございますが、呼び出されたとき、清水社長はどのようにご対応されたんでしょうか。官邸に呼ばれて以降の経過ということでよろしいでしょうか。はいはい、まあ、菅総理から、まあ、すぐに来るようにというお話でございました。それで、参りまして、菅総理、あるいは官房長官、経産大臣等、まあ、要人の方がいらっしゃいました。そこで、総理からは、まあ、2つお話があったと私は認識しております。まあ、1つは、まあ、これもちょっと書いてありますが、発電所から撤退するつもりはあるのかというお話でございました。それでそこで、まあ、先ほど来申し上げておりますが、私はその撤退というあれが全く、まあ、言葉のでももちろんございません。退避という意味でもございません。これで、これはいわゆる撤収といいますか、全員がこの引き上げてしまうというような意味でのご理解をされているのかなというふうにちょっと直感的にはそこで思いました。したがって、
まあ、そういうこともありましたので、いや撤退は考えておりませんと申し上げました。それで、まあ、その時の総理のお言葉は、あ、そうなのかというふうに今言ったと記憶しております。その時のですね、いきさつについて、この間菅総理はこの国会事故調に来られましてご発言をされているんですが、ちょっと読み上げさせていただきますと、私の方から清水社長に対して撤退はありえませんよ、ありませんよということを申し上げました。それに対して清水社長は、はい、わかりました、そういうふうに答えられました。清水社長が撤退しないと言ったんだということを言われていますが、少なくとも私の前では自らが言われたことはありません。私が撤退はありませんよと言ったときに、そんなことは言っていないとか、そういう反論が一切なくて、そのまま受け入れられましたと。こういう発言です。と言いますのは、これ何を言わんとしているかと言いますと、今、撤退など考えておりませんというご発言をされたという、今、お話だったわけですけれども、相手方であります菅自身は、先日の我々のヒアリングの段階では、自分の方から、撤退などはありえませんよということを言ったら、ただそれに対して、はい、わかりましたというふうに答えただけだと。つまり、撤退など考えておりませんというような発話はなかったとおっしゃっておられるんですが、これはどちらが正しいんでしょうか。これは、実は、その後の、国会の参議院の予算委員会におきまして、まあ、4月から5月にかけてだと思いますが、まあ、この本件についての、まあ、質疑が行われていると記憶しております。でそれは私自身も、まあ、参考人として、いた委員会がございまして、で菅総理の まあ、お答えは撤退するつもりなのかと、まあ、今の下りでございますが、そうしましたら、いやいや私はそういうことは清水はそういうことは考えてないと言ったと、確かそういう、まあ、お話をされたに記憶してます。私はその参考人としておりましたので、私が申し上げたその物言い、あ、その通りおっしゃってるなとその場では受け止めました。それが、まあ、他の委員会でも確か同じような、まあ、言葉の違い別にして同じような趣旨はその国会の中で予算委員会の中でご発言されているというのが私の理解でございます。はい、私どもも一応各国会での委員会での議事録を、まあ、網羅的に拝見させていただきまして、今お話のありました11年4月18日これはまあ一番その時期に近い時のものだというふうに思いますので、その発災の時に近い、まあ、まさにこの日に近いもう発言ということで、菅総理の答弁ではどうなんです、撤退なんてありえませんよと、ありませんよと言うと、清水社長はもちろん撤退などありませんと答えたというふうに、まあ、答弁されておられるということですので、確かにこの時点では菅総理は、清水社長の方から撤退などはないということの発言があったというふうに国会ではまあ答弁されておられるとなりますと、まあ、この間ここでご発言されておられる、いわば、ただ単に、それに対して受諾した、受け入れたというだけではなくて、そのむしろ清水社長の方が、撤退などはありえませんと答えたというのが真実に近いという理解でよろしいということなんでしょうか。はい、私は、まあ、現実そうに申し上げてますし、そのような国会の場面でもおっしゃっているということは、なるほどなと私は思っております。ちょっと清水さん、ちょっと時間が来ているので30分延ばさせていただいてよろしいでしょうか。はい、30分。はい、承知しました。ありがとうございます。聞き方が悪くて長くなってしまいまして申し訳ありません。では結果についてなんですけども、結局のところですね、この問題についてまあ、いろんなことが言われているわけなんですが、どうもですね、この問題はもっと本質的なさまざまな教訓を得るべき問題であるにもかかわらず、まあ、どっちが言った、どっちが言わないという話にはその修練してしまっているように思うわけなんですけども、少しそういう意味では私どもの方の事実認識、それからまあ論点に対する考え方、仮説といったようなものをお示しさせていただく中でご意見を伺えればというふうに思うわけなんです。でまず事実の関係の認識なんですけども、東京電力はいわゆる全員撤退、すなわちその現場からすべての作業員が退避をして、それでその場をコントロール不能な状態に置くというようなことを決定した形跡はないというふうに考えて
よろしいでしょうか。はい、私どもは全くその通りだと思っております。もう一度確認をしますが、社長の心の中に最悪のシナリオとして想定されている、そういう中でもしかすると全員が撤退しなければいけない事態というのがあるのではないかとお考えになったことはありませんか。ありません。その時点ではありません。お伺いしたいんですが、本当に格納容器が例えばこのままいけば爆発せざるを得ないというような事態、これが想定される場面というのもあると思います。例えばあと1時間後にはそういう事態になると、まあ、大量なですね、放射性物質が放出されるということが分かったような段階、その1時間前の段階でサイトの側からその連絡が来られた時でも、それは東京電力の社長は何名かの者にそこで命を張って残れと命ずるという、そういうお考えなんでしょうか。これは大変仮定の話なんで大変難しいお話だと思います。まさに人命に関わる問題そのものでございますので、これは仮定の話ですから、ちょっと結論めたことは申し上げられないということで申し上げてるんですが、もちろんその最悪の事態でもうそこを放棄したらどういうことになるかというのは想像に難くないわけです。で、一方で人命という問題があるわけで、例えばその私どもの事業者だけで、本当に判断ができるかどうかという問題も含んでですね、これ大変難しい私問題だと思います。だから、この今問題になっているこの場面におきましては、もちろんそういう状況の中ということではないわけで、あくまで一時撤退という認識を持っていたわけで、本当に緊迫した状況、切羽詰まった状況でどうするか、これはちょっとなかなか私難しいんで、明快な歯切れのお答えはちょっと しかねるというのが正直なところでございますね。今まさにですね、お話があったんだと思うんですけども、先ほどから確認させていただいてますように、清水社長が官邸サイドの方々にかなりたくさんお電話をされている時期というのは、今後どうなるかということは分かってない段階ですよね。だからこそそういうような事態になった場合についてどうすればいいのかということを事業者だけでは決めかねるので、ご相談をされていたのではないんですか。全く違います。それは先ほどルール申し上げましたように、とにかく残ることを前提に、大前提にしてその趣旨を申し上げているわけで、その是非を相談していると、そういう趣旨ではございません。わかりました。で、もしそのような形で、全員撤退を決定した形跡は認められない、見受けられないという認定になるとすれば、今回の事故処理にあたって菅総理が東電の全員撤退を阻止したというふうに理解することはできなくなるというふうに思いますが、それは東京電力としてはそのような認識だということでよろしいでしょうか。はい、菅総理、その後、東京電力のほうにお見えになりまして、ありましたが、それも含めて、その総理からの お話、これによって、一時にせよ撤退を思いとどまったということではございません。私どもの認識はそうではございません。つまり一度も考えていないので、考えていないものを阻止されたと言われても別にそれは全く勘違いだというふうに整理をされているということなんですね。そういうことだと思います。となりますと、私どもの方としましても、これまでものすごくたくさんの資料を拝見させていただいて、特に現場の方の、意思の確認等もさせていただく中で、いわゆる全員撤退というのを決めた形跡は、今のところ見受けられないということになりますので、そういう意味では、この時点において私どもの方の認識としては、今菅総理がおっしゃっておられる東京電力の全員撤退を阻止したというところに一定程度総理としての役割が果たせたというご発言は勘違いであるという認定になるということでよろしいでしょうか。はい、私はそうに認識しております。ました。では次にコミュニケーションの話に移らせていただきますが、14日の時点では万一最悪の事態に陥った場合を含めて対応方法を相談していたのでしょうか、それとも今先ほどからお話がありますように、この時点は全く最悪の事態は想定せずに相談をしていたということなんでしょうか。恐れ入ります。これはどこの時点。14日のですね、9時22分までの間に頻繁に官邸にお電話をされている時期がございますが、
この14日の時点では全く今後どのような形で退避をするのかの基準すら東京電力の中になかったと思うんですけども、そのような状況の中でも最悪の事態、すなわちこのまま2号機が何らかの状況で、最悪の大量の放射性物質を排出する状況に陥るという可能性を考えて対応方法を相談していたのではなくて、それを考えずに相談をしていたということでよろしいんでしょうか。シナリオといいますか、それは対策本部の中でのやり取りはとにかく水位が下がってきて、長部というんでしょうか、これを下回る可能性うんぬんという、やり取りがあったと思うんですが、そこの場面を想定、シナリオということだと認識しています。先ほど来から何度も言及させていただいて恐縮ですけれども、この時点では現場におられる福島第一原子力発電所の所長以下何名かの方々は死を覚悟しておられたと証言されているわけですが、そのような形の想定は共有しておられなかったということなんでしょうか。死を覚悟といいますか、本当にその厳しい状況、切迫した状況というのはこれはもう共有していたと思っております。本来ならばそのような状態になったときに、先ほど最もわからないと、いまだに決まっていないとおっしゃっておられる最悪の事態のときに人命と炉の、サイトのコントロールをどのように、折り合いをつけていくのかということを相談すべきだったんではないんでしょうか。それはやはりこういった切羽詰まった状況なもんですから、先ほどの、話の起点になりました、とにかくこんなに大勢の人がいるという状況はどうだろうかというところから話を始めておりますので、今のご指摘のような話とはちょっと違うんじゃないかと思っています。おそらく官邸の方はこの最初の時の相談内容をそのような意味でのまさに最悪の事態、最も危機的な状況になった時にそこから人がいなくなるということについてありうるのかどうかを相談されているものと理解したように思いますが、そのように伝わってしまったのはどこに原因があったんでしょうか。それはこれも本当に繰り返しで恐縮ですが、私どもは残すということを大前提でその趣旨をお伝えしたということ、それに尽きるわけでございます。したがってそこでその最悪のシナリオをと今先生からお話ししましたような そういう私どもの認識ではなくて、話をこう進めていったということでございます。わかりました。15日の段階で先ほど官邸ないしは海江田大臣に連絡したかどうかは記憶がないというふうにおっしゃっておられましたけれども、これは最終的にその退避の基準が決まったにもかかわらず、そのことをお伝えすることはなかったということなんでしょうか。退避の基準はそうなんですが、これはもう発電所サイトのまさにその、段取りといいますか、手順のペーパーというか、そういうものでございますので、それはやっぱり発電所サイトのサイトで、実際に行動を起こすためのものですから、それをもってそのご連絡するという意識というのはございませんでした。となりますと、その14日の段階で一体何をご相談に行っておられたんですか。一部のものを残して退避をしますよということを、実際に決まった時には何も連絡をしないのであれば前もって連絡しておく必要もなかったんじゃないでしょうか。これはですね、その後になると思いますが、実際に、退避をせざるを得ないと、一部退避をせざるを得ないという場面は翌日の、確か6時過ぎ以降だと思いますが、この時には当然ご報告申し上げているということで、その間のプロセスの、手順、作りといいますかということなんで、そこは、あえてご報告というのはしてないということだろうと思います。先ほどですね、清水社長が、その官邸に呼ばれてご発言をされているのは4時17分でございます。この段階では、清水社長は退避の基準をご存じなかったんでしょうか。
この時点ではまだそのペーパーを見ておりません。ということは何人ぐらいの人が残るかということは全く理解しないまま、その菅総理に対して全員撤退などはありませんというふうにお答えになったということなんでしょうか。何人、どういう役割の人間を何人残すかというのは、実際にその退避という場面になる、まあ、そのあるいはちょっと前かもしれませんが、その時に発電所長が、決めていくというプロセスになりますので、この時点ではまだ具体的な人数という段階で、至っていないということだろうと思います。分かりました。その官邸なんですけども、清水社長からのこういろいろな発言に対して官邸が、その勘違いをしたのか、あるいはその東電本店に対する不信感からそのように理解したのか、いろいろ評価あると思うんですけども、その現場の方でですね、吉田所長に対してその細野、その補佐官を通じて総理自身も電話を受けて、全員撤退はない、まだやれることがあるということを確認されている段階がいくつかあるわけですね。で、そういうことを現場を理解していながら、なぜ官邸は全員撤退についてこれだけ深刻にみんなで話し合っていたんだとお考えになりますか。そこはちょっと私の方からはよくわからない部分というふうにしか申し上げられません。それはおそらく本店を信じておられないからだというふうに思うわけなんですが、なぜ本店はこの事故以降、発災以降、官邸から信頼を失ってしまったんでしょうか。これも信頼を失ったかどうかということ、その評価自身もちょっといろいろあろうかと思いますが、これはもちろん官邸に限った話ではないかもしれませんが、実際にそのプラントの時々刻々の状況が、タイムリーに正確にお伝えできているかどうかというのは、これは大変難しい状況ではございました。その設備の今の状況が、電源装置の状態の中で、景気監視も困難、状態もよくわからないという状態がずっと続いておりましたので、そういう意味の、情報がタイムリーに、伝わらなかったということが、それも一つのあれかもしれないという思いはございます。この会議ではですね、ここの国会の事故調査委員会にご出席になられた海江田大臣、経済産業大臣は、もう最初の段階から当店、例えば弁当が遅れているとか、海水注入が遅れているというその事態を見て、東電本店に対する信頼を失っていたというふうにご発言をされているわけなんですが、これは要するに初動の段階でその官邸との間で信頼関係をきちっと整えておく社長自身のご責任だったんではないんでしょうか。官邸との共同体制という意味でおっしゃっている。で、これはやはり、そのこの緊急時におけるいわゆる連絡の ルート、そのやり方とね、やはり我々事業者と原子力安全保安院というのは基本形になっているわけですから、やっぱりその基本形に沿って、しかもその保安院から官邸ということになるのが、一番その情報伝達というやり方としては妥当なのかなという感じはいたしております。はい、さらさりながら竹黒フェローを官邸に送っておられるわけですけれども、そこをうまく使って、コミュニケーションを取るということを努力される余地はなかったんでしょうか。竹黒は技術的な意味での、東京電力からの、官邸に、情報連絡というのが役割を担ったと思いますが、いかんせんそういった通話状態も思うようにならないというのを後ほど聞きましたけれども、なかなかその情報連絡がうまくいってなかったというようなことも伝え聞いておりました。竹黒フェローは一時官邸から東電本店にお戻りになられて、そして官邸の様子についてそこにおられた幹部の方々に対して、あるいはその職員の方々に対して一定程度の評価をされていると思いますけれども、その評価の内容はどのようなものだったでしょうか。私はちょっとその場にはおりませんでしたので、
ちょっとコメントはちょっとしかねるというのは正直なところでございます。官邸の様子に対して、まあ総理が大変苛立っておられるということであるとか、あるいは子どもじみた対応が行われているといったような趣旨のご発言があったように思うわけですけれども、このようなご発言というのがもし仮にあったとすれば、社長自身はどのようにお感じになられますでしょうか。いや、これは実際にそういう、まあ、お話としてはそうかもしれませんが、まあ、実際にまあ、ご本人と私が会ってということではない状態で、そういった、まあ、評価みたいなことは、これやっぱり慎みたいと思います。これはやはりですね、官邸の方が必要以上に、東電に対する不信感を持っておられたという部分もあると思いますが、東京電力の方としても官邸との間に対してやや、官邸に対する評価を、まあ、軽んじている部分というのもあって、そこでコミュニケーションがうまく取れてなかったのではないかというふうにも見受けられるわけですが、まあ、そのようなことを、まあ、それは私の感想といって申し上げさせていただきたいというふうに思います。ちょっとそれでは、この撤退問題について、私どもは今現時点において、これ一体話題の話というよりももっと大きな問題があるのではないかというふうに考えております。そこでちょっとご感想を伺えればというふうに思いますが、官邸は吉田所長と連絡を取ることで、少なくとも現場ではいわゆる全員撤退が、まあ、予定されていないことを承知していたわけでありますけれども、いわゆる全員撤退という問題を、まあ、ことさらに議論していた。これは一体なぜなんだろうかということでございます。で、これは結局東電本店が強制的に撤退させる可能性を危惧していたのか、あるいは万一の場合の対処方法を決めかねていたのか、これどちらかだというふうに思うわけでございますが、この万一の場合というのは、本当の意味で、まあ、原子力発電所がもう最悪の事態となり、大量の放射性物質が出るときにどう対処するのかということを決めかねていたというふうにも見受けられるわけでございます。で、これで前者だといたしますと、まさにミスコミュニケーションが生じていたということになるわけでございまして、まあ、これは、社長自身はそういうお考えはなかったと、つまり現場のみならず本店サイドでも全員撤退などということは考えたつもりがなかったということだとしますと、一体どうしてそんなことになってしまったのかということを確認させていただくことが必要だというふうに思います。で、今のご発言の中でもう私自身と同じ共通の認識であったかと思いますが、減災法の本来の相談ルートではなく官邸とのホットラインがつながってしまった、そして直接指示を仰ぐという体制が生じてしまったこと自体に、やはりこのような混乱の原因の一つがあったのではないかと考えますが、この点はどのようでお考えになりますか。私も先生のお話はその通りだと思います。で、このような状況を作ったことに対して問題があるということでありながら、一方で先ほどご確認させていただきましたように、現場でのサイト炉の管理という極めて技術的なことについてまで、例えば海水注入でありますとか2号機の弁当の手順といったようなものについて、その東京電力本店は現場の意向を無視して、それでその官邸の指示を、まあ、その受け入れるという体制を取ってしまったことについては、どのようにお考えになるでしょうか。これは海水中断のところでもお話申し上げましたが、まあ、本来なら発電所長というの判断ということになりますが、まあ、先ほどのその出向いておりました竹黒のそういった受け止め方、さらにそのまあ、とにかく短時間でという、まあ、それをもって、まあ、私どもはそれを、まあ、認めたということでございますので、まあ、そういう意味の、まあ、先生のおっしゃる、まあ、コミュニケーションといいますか、あるいは意思疎通といいましょうか、まあ、これが必ずしも十分な状態だったかというと、それはやっぱりそこの不十分なところがあるなとは否めないと思います。もし仮にですね、先ほどまとめさせていただいた中で、官邸はむしろ本店も全員撤退は考えていないと、今のところですね、という認識を持ちながらも、まあ、その社長のご相談の内容は万万が一の事態の時にどう対処するのかが決まっていないので、そのことについて、まあ、官邸サイドの意思を固めてほしいという、そういう意向と受け止めて真剣に議論されていたんだとすれば、それは決まっていなかったということ自体が問題なんではないかと思いますが、これは決めておくべき事柄だったのではないんでしょうか。そこは何とも私評価できないのはですね、先ほどもちょっとお話出ました、本当にその緊迫した状況の時にどうすべきかと、
というお話だと思いますが、これはまあちょっとその、まあ、いろんなその過程にで考えるとしょうがないと思いますが、そこはあの、まあ、しかるべきルールというと、やっぱりその時のどう、その時の状況をどう評価するかとか、先行きをどうするかとかという、そういうプロセスも非常に大事だと思うんで、まあ、一口にそういった状態に、かくかくしかじかでこういうルール、手順とか、まあ、決まりでいくかというのは、これ、なかなか私、難しい問題だろうと思ってます。今回の事故の中で、東京電力は結局のところ、その最悪の事態を迎えることがございませんでしたので、最悪の事態にどうすべきかということは決めずに、まあ、この今日を迎えていると。まさに今、社長のお発言からも、ご発言からもありますように、いまだに決まっていないということだと思います。で、ただ今回、この一連の対応策の中で唯一決めた方がおられます。それは、菅総理です。菅総理は、このような事態、何が起ころうとも、絶対に全面撤退は許さないんだという、そういう強い意気込みでご発言をされておられます。で、これは東京電力の本店に来られたときに、菅総理がご発言をされている内容だというふうに思いますが、このご発言内容は正しいものとして受け止められておられるんでしょうか。菅総理が東電の緊急対策室に、お見えになって、お話しされたという、そこの会話の部分でございますが、確かに、私どもからの受け止めは大変厳しい口調でのお話とこう思っておりますが、一つは撤退すれば東電は 100% 潰れるという、これは言っておられました。それから、60を越した60って、60歳だと思いますが、60を越した幹部は、現地へ行って死んでもいいんだというような話も私は記憶がございます。で、今先生がおっしゃったその基準を決められたかというそういう次元なのかとか私は理解しておりませんが、そこの会話た総理のお話としてはそういうことをおっしゃいまして、これについての、若干の私なりの印象ということでお許しいただければ申し上げさせていただきますが、大変厳しい口調でのお話だということで、特に現場で発電所で、死力を尽くして今立ち向かっている、多くの社員協力会社、これは福島第一、福島第二、柏崎刈羽、これは全部共有、テレビ会議を通じて共有されているわけですが、こういう現場にいる人たちには、打ちのめされているような印象を持つんじゃないかなというのが私の率直な感じでございます。これは私一人だけの感想ではないんではないかというふうに思ってます。そういったやや精神的な問題あるかと思いますが、現実にはこれ菅総理がここに来られて皆様方を前に、この劇を飛ばされた後別室に誘導されまして小部屋の方に行かれたと思います。社長会長その他武藤副社長も行かれたというふうに思いますが、その別室においてさらに菅総理はさまざまなことを指示をされようとして準備をされておったというふうに思います。これは映像等で拝見させていただいてますと、そこの方でも映像が通じるようにさまざまな技術的な手はずを組んでおられる、その最中に一体何の出来事が起こりましたでしょうか。菅総理と、我々が、いた、小部屋でございますが、そこで、今の状況報告等々していた状態だと思いますが、2号機のから、いわゆる衝撃音と、振動が起こりました。それは、まさにちょっと極めて緊迫した状況になりまして、それは発電所の方の今状況というのは、そこの私どもがいた小部屋にも共通のテレビ会議システムがセットされておりましたので、私どももそれは共有化できてました。その緊迫した状況、
したがって、私ども、まあ、私も含めてですが、すぐに緊急対策室の席といいますか、そちらの方に移りまして、そちらの対応の方に移っていったと、こういう状況でございました。これは2号機の異音と4号機の水素爆発はほぼ同時ということでよかったですか。はい、これはまあ、後ほどの、まあ、検証分析だと思いますが、これはまあ、4号機の方の、まあ、爆発だったというのが、まあ、私ども今調査結果分析になっていると思います。はい、まあ、この時点でまさに2号機の方にも異音が残ってますから、それはまだ分かりませんけれども、少なくともまあ4号機は水素爆発をした時ですよね。ですからまさに、まあ、緊迫した事態であったというふうに思いますが、この時に、まあ、この、まあ、激励をされておられるこのタイミングでは、現場のまさに命がけで残ろうと思っておられた吉田所長、映像に映っておられますが、まあ、そこで、まあ、足止めをされているわけですね。その菅総理の訓示を聞いておられるわけでございますが、まあ、それに対応していながら異音がしたので、まあ、急ぎヘルメットをかぶって退去されていく姿が見受けられるわけでございますけど、そういう意味ではもし仮にですね、検討もしていないような事柄について、ある一定の時間、劇を飛ばされているのであれば、これは不要な行為だったというふうに考えてもよろしいということなんでしょうか。まあ、不要かどうかというそのあれよりも、まあ、撤退についてというのは私はもう先ほど来出てきてますが、私が官邸に伺って、撤退ではありませんということを申し上げた段階で、私自身は、まあ、総理のご理解はそこで得られたと私実は思っておりましたので、そういう意味で、東電の緊急対策室でそれやった、そういうお話をいただいたと、ちょっとこう違和感を感じたというのはそういう意味でございます。いつもですね、東電関係の方はそういうことをおっしゃられるわけなんですが、そもそも原因はですね、東電の側にもあるんですね。まさに社長にあるんです。つまり社長の伝え方が悪いからですね、こういうことになっているわけでありまして、あるいは社長自身が今まさにおっしゃられたように、菅総理にたった一言ですね、その一言言っただけで分かった気になったと、そこが分かられてないという現実がある以上は、もっときっちりとですね、コミュニケーションしなければいけないわけで、それをしないからこういうような形で中に入ってこられて、実際のところは緊迫した状態であるにもかかわらず、総理に対して対応すべく現場の方々も一旦手を休めてテレビ画面に釘付けにならなきゃいけないという状況を招いてしまっているわけですよね。それはやっぱり東京電力の方の側の伝え方にも大きな問題があったということは言わなければいけないことだと思いますが、そういうようなご感想はお持ちになりませんでしょうか。そこは大変難しい、まあ、先ほど来からのお話につながると思いますが、まあ、私どもの、まあ、意向は間違いなく、まあ、一部の人間をきちんと残そうという意向のもとで、意思のもとで、まあ、お伝えしたつもりですが、まあ、そこでやや少しこう受け手と、話し手と受け手の違いがあるとすれば、これはやはり、やっぱりそこのところはもう少しきちんとの、まあ、コミュニケーションギャップをきちんと埋めとく余地はあったのかなと、まあ、今振り返ればそういう思いはいたしております。はい、分かりました。ちょっと時間の関係もありますので、この全面撤退に関する私どもの考え方、少しもう少し整理させていただきますと、実際のところ菅総理が全面撤退を許さないと言っているのは、どう最終的に最後までコントロールできるのは事業者であるということが、まあ、前提なわけですね。で、そうでもあるにもかかわらず、政府の方は時折事業者に代わって、私たちの方の知見の方が適切であるというアドバイスをしてみたり、あるいは、まあ、事業者とともに自分も、まあ、その現場に行って一緒にですね、最終的にそこの炉のコントロールに携わるかのようなご発言をされてみたりとか、ちょっとやや、まあ、混乱したような状況というのがあるわけなんですが、もし仮に、事業者に全面撤退を認める、余地が、まあ、あるとすれば、それは事業者に代わって誰かがそのコントロールすることが可能な時だけしかないわけですよね。で、現時点において、全面撤退を拒否しておられると、つまり官邸側の方が全面撤退はまかりならんというふうに言ったということは、これは結局事業者に最後までお願いするしかないんだということだという、そういう認識なわけですよね。まあ、そこまで厳密に私は理解して受け止めなくてはございませんが、まあ、話の筋立てとしては、いわゆるおっしゃる通り、そこに代わるべき、
部隊というのが当然、バックアップとしてあるというのは、それは先生のおっしゃる通りだと私も思います。そうだとしますと、やはりもう全てを最後はそこの現場の事業者に任せるということであれば、炉の暴走している最中においても、例えば技術的なところで艦艇が弁当しろとか、あるいはその海水注入をしろとか、そんなようなことを口出すっていうのは、そもそも話が違うんじゃないかとも思われますが、その点についてのご意見はいかがでしょうか。やはり現場を一番分かっている、設備もそうです、今の現状を、一番分かっている、発電所長以下の、そこが基本的にその対応のオペレーション、措置をするというのが、やはり一番基本的な姿だろうと思います。ただその中でもいろいろ事態の推移によってはいろんな技術的な知見のアドバイスとか、そういう意味のサポート、これは不可欠でございますので、そういう意味で、私ども本社もそうですが、あるいは政府関係の専門家のいろんな方々のご意見も、これはサポートという意味ではこれは重要なことだろうと思います。サポートっていうのは、もちろん知見のある方がいろいろな形でサポートされるのはいいと思うんですが、先ほど当初途中でおっしゃられましたけども、減災法上の原子力、緊急対策本部の本部長が言っておられる以上は、それに対して一定程度の配慮をしなきゃいけないと、こういう立て付けになってしまうわけですね。そうしますと優先的に、現にいくつかの事例がありますけども、現場の方がやろうと思っている手順とは違うものを結局官邸サイドの意向を踏まえてやらざるを得ないという事態になってくると、これは危ないのではないかというふうに思いますが、そのようにはお考えになりませんでしょうか。それはもちろん事象にもよると思いますが、基本的には好ましい姿じゃないと思います。で、最後なんですけども、実は諸外国においての例で、これは必ずしも全部がそうだとは申しませんけども、例えばサイトの中により退避に適切な場所をですね、例えば、いわゆるシェルターみたいな形でですね、用意をするというようなところも、あるわけでございまして、そういったものが用意されていればですね、今回、この第二原発の方に、移動するのかどうかというようなことについて、こんなにですね、右往左往する必要もなかったようにも思いますし、あるいは最後に命を懸ける方々にとっても、その命を最後懸けるにしても、最大限その方々の命を守る対策っていうのがあってしかるべきだと思うんですが、その点が不足していたというふうには思いませんでしょうか。不足してたっていう、感覚よりはですね、やはりそういった非常に緊迫した難しい状況を想定した上で、そういう、シェルターみたいなことをやるという、まだそこまでの、考え方といいますか、発想には至ってない。むしろ今回の私どもの、一つの教訓だと思いますが、その重要免震棟、発電所の緊急対策室、あれは、ご案内のとおり中越沖地震によって柏崎刈羽が被災した、あの教訓を生かして、実は福島第一、第二にも作ったものでございます。で、仮に、あそこはまさに緊急対策としての機能を果たしているわけです。外は非常に放射線が高くてもですね、これは一つの、もしあれがなかったと思いますとゾッとするくらいのことでございますが、それ以上に今の、シェルターといいますか、そこまでの考え方というのは、これからの、安全対策として、検討のうちあるかなと思いますが、ちょっとこれはもう少し考え方を整理してということだろうと思います。こういう過酷な事故の状況を想定して講ずる対策のことを何と言うんでしょうか。いわゆるアクシデントマネジメントと言ってよろしいんでしょうか。あるいはシビアアクシデントとか、シビアアクシデント、シビアアクシデント対策というふうに言うんではないかと思いますが、このシビアアクシデント対策をより推し進めようと思っていた監督当局に対して、それは困りますというふうに交渉されていた団体はどちらでしょうか。困りましたということを申し上げているという、ちょっとそれは認識がないわけです。冒頭でしょうか、先生おっしゃいました、電気事業連合会やというお話かと思いますが、そのシビアアクシデントを
きちんとしたしかるべき水準レベルにするというのは、これは極めて大事な課題だというのが基本にありますので、それに対して、何かその圧力とか骨抜きとかってそういう認識は全くないというのが私の認識でございます。ただ、まあ私どもが承知している限りにおいては、より厳しい対策が講じられるべきだというのが政府サイドの方には存在しつつあり、まあ、安全委員会の方などはそういった海外の知見を踏まえて、そのより厳しいシビアアクシデント対策を求めようとしているという状況があり、で、保安院もそれについて検討を始めそうになっている中で、その、まあ、電力事業者の団体である電事連は、まあ、その、対策としてですね、むしろそれが、実施されることを、まあ、過大な費用投資が必要であるという認識のもとに、まあ、少し緩やかな基準になるような、いくつかの案を考えられて、それを、まあ、緩やかな案の方を通そうという動きをされてきたというふうに思うわけなんですが、これは経営的に見れば正しいそういう交渉であるというふうに今でもお考えになっておられますでしょうか。過大投資を恐れるがゆえに、そういったシビアアクシデント対策を、まあ、緩めてしまう、これは私は本末転倒だと思います。ただし現実、やっぱりその、まあ、実態といいましょうか、設備実態、その辺をよく踏まえながらアクシデント対策、まあ、安全対策等々は進めると、そういう意味での、まあ、電気事業連合会と、まあ、規制当局といいますか、そことの意見交換というか、まあ、すり合わせといいましょうか、これは私大事だろうと思います。今先ほどですね、こういったような事態は想定されなかったという趣旨なのかもしれませんが、今後は、まあ、例えばシェルターであるとか、そういった退避の設備というものをより充実させることの必要性を認識されたというご発言だったと思いますけれども、振り返ってみられて、当時そういったようなことが様々囁かれている中で、その電力事業者の代表としてですね、その、まあ、客観的に見ればご自身のご判断であるかどうかは別にしても、電事連としてそれに強い抵抗していたという歴史的事実がある中で、当時の電事連の会長として清水さん社長はどのように考えられますでしょうか。これも繰り返しになりますが、それがその、まあ、抵抗といいますか、そういう事実だという認識捉え方では私ないものですから、むしろそういったその規制を緩和する、まあ、いろんな理由があるにせよ、それをその、まあ、骨抜き的な意味での緩和するということは、これは本末転倒だというふうに思ってますので、そういうことは認識してませんということでございます。先ほどですね、菅総理が、例えば、その本店に来られて、まあ、発言されたことに対して現場の方々に心を痛める思いがあったのではないかというご発言をされたと思いますが、このシビアアクシデント対策というのは、まさにサイトにおられる方の最後の命を守る、そういう対策なわけですよね。それについて、ここに来てもですね、当時、まあもう少し、まあ配慮をしてシビアアクシデント対策を講じておけば、もっとそういった厳しい状況の中から、まあ、抜け出てですね、精神的にも落ち着いた段階で、炉をコントロールすることができたんではないかというご発言が、なぜここでですね、出てこないのか。それは、ここ、口ではですね、サイトの方のことをおもんばかるご発言があっても、結局はサイトの人たちを軽視しているというふうにしか見えないんですけども、そのように感じられませんでしょうか。実際にこの発電所で、に従事している、方々を、軽視するというようなことは基本的には全くありません。ありえません。でむしろその人たち、まあまあ、人命に関わるようなことも含めてですが、そういう安全対策、防護対策というのは、まあ、現状ではもちろんそれなりに、まあ、先ほどの重要名詞にとってはありませんが、あると思いますが、先ほどシェルターというお話を先生されてますが、まあ、そのシェルターという対応策が具体的にどこに出てきているか、私ちょっと申し訳ない存じ上げませんが、むしろそういった人命を尊重するための安全施策、設備をどうするかと、これやはり一つの議論だと思います。ただしそれはその設備の実態とか状況をよくよく踏まえながら、そういった施設の在り方、具体的な施策を打つべきだろうと、
まあ、この点は私先ほどから申し上げている。あのサイトの方の命を守ることができなければ周辺の住民の方の命も守られないと、これはもう論理的に明らかなわけですね。そういう意味ではそのサイトの方々の人命をきちっと考える姿勢がなければ、それは等しく周辺住民の方々に対する対策がおろそかになるということをまあ意味しているんだというふうに思いますので、ぜひそういう意味ではやはりここの段階で大きく、過去に遡ってですね、もう少し対策を講ずるものがあったのではないかと思っていただければというふうに思います。さらに申し上げれば、今回は最終的にこの混乱した、撤退問題について、まあこれはこれから今日のヒアリングを踏まえさせていただいて委員の中で最終的な認識を固めていくことになりますが、もし万が一このサイトから撤退するというのは、事実として誰も考えていなかったと、例えば全員撤退というのはそれはなかったんだというふうに認定することになったとするならば、それは唯一根拠は社長のご発言を信じているんではなくて、サイトの方々がやはり最後まで残るという意思を持っていたということだけが根拠になるだろうというふうに思うわけです。そういう意味ではサイトの方々をやはり第一優先にその会社の体質を作っていくということをぜひお願いしたいなというふうに思います。では私の方は以上で、ちょうど時間も参りました。今日はまだ質疑もいろいろ尽きないことですが、予定の時間となりました。まあ、そういう意味ではこれも常に、まあ、記録に残るような映像といいますか、このセッションを見てもですね、やはり清水さんもそうですが、まあ、そういうことはおっしゃるんだけど分かっていてもやらなかったところは本当にそちらに東電という、まあ、日本の一番エネルギー会社の大きいところに本当に問題はなかったのかなんてということを、まあ、世界中の判定に任せているということになりますね。例えばさっきの電磁電の話もそうだと思いますので、まあ、そういう意味で世界から評価されているということはやはり国の根幹のやはり信頼の元が揺らぐのではないかということを私どもは非常に懸念しているということだけをお伝えしていきたいと思います。ということで、予定の時間となりました。清水さん、本日はありがとうございました。まだ終わってないんで、これよしです。では次回委員会は明日、6月9日本日と同じ会場で主として論点整理とアンケート調査の結果についてご報告を行いたいと思います。それでは本日の委員会はこれにて散会といたします。ご苦労様でした。メディアの方にご連絡を申し上げます。記者会見ですが、ちょっとお時間を頂戴いたしましてですね、18時30分、予定の時間先にご案内したより少しずれます、かなりずれますが、18時30分からですねここの会場で行いますので、よろしくお願いいたします。18時30分です。